コンクルージョン。おはようございます。毎月亀山4月編、来ました。すでにボートがいっぱい出生してますけど、亀山多分何時から今出れるんですか？今5時半。今5時半から。すっかり僕の頭の中ではまだ2月だったんで、5時から待ってました。6時半出船だと思って6時に到着しました。4月入ったばっかりだというのに桜も散ってしまい、なんならそこの桜は切り倒されてしまい、はい。今日はしかも寒いです。すっごくこのアンバランスな、桜は終わってるのにこのクソ寒いという。向かってる最中車の温度計1回6度とか。6度でしたね、はい。ちょっとこの時期にしては寒いですね。でも多分3月が暖かかったんで、おそらく湖の中はもう産卵が始まってるんじゃないかなと思います。まあ、産卵している魚は狙わないんで、まあそれに絡む前後の魚のでかいやつだけを釣りたいなと思うんですけど、この冷え込みと風と、この出船をちょっと出遅れてる感とどうなるのやら楽しみに。いやいや、待ってください、はい、今のところで今日の組もう見ながら組み立ててる感じ。そうで、今日はね、僕ね、正直言ってこの産卵に絡む時期ってほとんど亀山ダムって来てないんですよ。普段試合、そうですね、他の、まあ、現場でトップビディの試合が4月の頭にあるっていうのと、あと、まあ、ゴールデンウィークは琵琶湖でガイド付けやってるんで、この時期って本当に、まあ来れてない。だから4月のこの中旬の亀山ダムをやるのは正直もう25年ぶりぐらい。そうなんですよ、本当に。25年は言い過ぎだな。いやでも実質それぐらいですよ。うん、最後にやったのは思い出せないですね。2004年のワールドシリーズの高滝ダムのプラの時がちょうど4月の上旬で、スポーニングに絡んでる亀山ダムに来た記憶があって、関東にたまたまいたから、まあちょっと亀山も、そうですね、その2004年以来17年ぶりの4月の亀山ダム。でも今ノリに乗ってる小森プロなんで、これは今日楽しいですね。まあでもね、スポーニングベッドばっかりだったらちょっとやる気なくなっちゃうんで、はい、そしたら帰りましょうね。わかりました。もうそれじゃない魚を見つけられたら面白いなと思ってます。こういう時のやっぱり、はい、ネットっていうのは絶対の問題なんで、はい、ネットは狙いたくないよななんていう方もやっぱり多いと思うんで、そういう時のネットを狙わないで答えにたどり着く小森さんの戦略っていうのがすごい。そうですね、まあ、ネストがあるっていうのは少なくともその時期を知る意味ではすごく重要で、それを見るっていうのは釣りとしてすごく大事なんですよ。で、それを釣る釣らないは賛否両論あると思うんですが、僕はあえてやらないです。なぜなら考える必要がない魚だから。魚の動きもクソもないじゃないですか、そこにいて卵守ってるんだから。それを釣る技術ももちろんあるとは思うんですけど、バスを探したっていう部分がものすごく、まあなんていうか手抜きになっちゃうじゃないですか。それが好きじゃないんです。やっぱり水面から下っていうのは魚探でしか知ることのできない世界、まあ、目で見ても多少知ることできるけど、そういったものを推測してこうだああだと考えながら魚の動きを読んでいくっていうのが僕の釣りなので、そこで卵を守ってる魚がいるっていうのはその事実にしか過ぎないじゃないですか。それを突き詰めたっていうのはちょっとなんか違うなと思うからやらない。卵を守ってる魚を釣るのも、卵を産む前の魚を釣るのも、後の魚を釣るのも、魚に対するダメージって僕は一緒だと思ってるんですよ。釣って速やかに逃がしてあげる、それすることによって魚はまた釣れるかもしれない、そういう意味では一緒だと思ってるんで、もちろんね、卵を守ってる魚をライブに入れて持って帰っちゃったら誰がその卵を守るんだって話になっちゃうんで、それはやっぱり控えたいと思ってるんですけど、まあそれを釣ること自体は別に個人的にはもう絶対ダメっていうようなことではないかなと。まあだって釣れちゃう時あるでしょ、じゃあこの時期釣りすんなって話になっちゃうし、まあ速やかにリリースをしてあげる、これが一番大事かなと僕は思っています。なのでまああえてやらない、そして釣れちゃったら速やかにリリース、それが僕のネストの考え方。間違ってるかもしれないし賛否両論あるかもしれないんですけど、それでそうやって考えてます。
で、まあ、できれば探すんであればそれ以外の魚を見つけたい。まあ、かつてそのトップ50でもスポーニングの時期に若干絡んじゃった、まあ、避けてトーナメントはやってるんですけども、若干そのタイミングにちょっとだけかかっちゃったっていう試合結構あるんですね。まあ、そういった時でも僕はあえてやらずに別に成績を落としたことはないので、まあ、それを探していきたいと思っています。で、まあ、どうやって探していくかなんですけどね、まあ、スポーニングベッドがあれば卵を見極めすっていうのは、卵を産んでディープに帰るかシャローに隠れるか、何せよそのネストが見えるところから前後のどっかに隠れちゃいます。まあ、これを探すっていうのが一番。次は卵を産む前、まだ上がってくる前の魚、それか、あるいは卵を産んでもう卵を守り終わったオスが今度降りていく、それをまあ降りていくっていうか、スポーニングベッドから離れて餌を追い出す、まあ、それを狙う。スポーニングベッドが1個あるってことはその前後の魚も絶対にいるってことだから、そうやって考えて探していけば面白いんじゃないかなとは思ってます。どうも12ヶ月カメラコップ、はい、カミカミですねこれね。はい、じゃあ今日も12ヶ月亀山攻略、はい、4月編よろしくお願いします。よろしくお願いします。大遠征でしたね。そうなんですよ、僕ね今日ねちょっと出遅れた理由が一つ、はい、出遅れたわけじゃないんですよ、出遅れてない、6時に着こうと思ってきたんですけど、はい、もうスケジュールが多忙すぎて、はい、今日も何時までできるかっていうと、まあ、3時ぐらいかなと思ってます。トヨタ車周りのまだ僕の車スタッドレスなんですよ。危ないですね、もう結構気温も高くなるからあ、でもね先週雪の予報が出てたんで、あの川口湖に行ったんですけど、なのでここまで履いといて、そうです、もうここかなっていう、ちょっと早い、長いかなと、うん、できれば3月中に行かれたかったけど、3月はとてもじゃないけど、でもそうですよね、川口湖のあの見ましたけど、さすがの絞り出して難しかった川口湖は。2日目取れればって感じ。取れませんよあんなの。どうワーム使えないですね川口湖。使えないです。豚捕まえてきて皮を剥ぐとこから始めるんで、でそれプルプルやって、はい、でも川辺プロも2日目いい魚釣られてますし、そうですね、小森さんも初日、いやでも全然ダメですよ。あ、ダメダメダメ、あの複数匹釣ってきてる人が上位にいるんだから、はい、2日とも釣ってこないとダメ。あ、まあなかなか難しかったです。毎日20人以上っていうか毎日3分の2がノーフィッシュでしたよね。見てました見てました。ダメ、はい、寒い、とにかく寒いですねこれね。そうですね。どうします、やめる。いや今日しかないと思うんで、ここはもう、まあ今日しかないんですけど、今日はないかな。早く行けって言われてるんですけど、ロット選びましょう。はい、今日はね一応亀山ダムの4月を想定したタックル選びを。今ちなみにその、はい、束ねてるのはどこで組んでた。これはね家で組んでたんですけど家じゃないところで組むのかっていう話です。いや、オンガとか川口湖これぐちゃぐちゃです。ただオンガ川はね4ポンドっていうラインを主に使うんですよ、はい、バスでかいしね、はい、で川なんで、はい、障害物も多いし、はい、でその後川口湖に行ったんですけど、川口湖はやっぱりでかいの狙んでも3プラスまでなんですよね、はい、なのでまあいろいろ混ざってます。これオンガ川だ、これはねオンガ川のメインタックル2本。おはい、おおお、これメインに立ってる。まあ、日本これも持ってきましたし、あと、あと何がいいの？亀山ダムなんでね、やっぱ絶対にいるのはピリエット大きいんでしょ。あ、はい、はい、これはもう亀山ダムにはなくてはならない。なんならもう、日本で一番亀山ダムがこれがで釣られてる魚が多いんじゃないかって言われてるくらいのピー釣るし、虫それ68の強い方。これ68で、いや、ね、これはね68 LS して発売してる方です。あ、のプロトルマンパンですね、はい、発売し、あー、今出てるやつの、そうです、リンクが、はい、これはね、まあ絶対いるでしょ。で、もう一本は何だろう、して60XULS2、 これはダウンショットとかウェットとか何でもやらないかな、はい、でこれが64の LS、 これね多分ね 3.5 ポンド、これ川口湖でシャット巻いてたやつですね、これは今日いらないかな、いるかな、なんか数ね、あるならシャットかなっていうような雰囲気もあるんで、はいはい、それから、はい、68LS、 もう一個これはマイクというネコリック、はい、そんなよ、はい、まあ、ライト系
ャロとかも出てくるな、はい、この時期はね、ライトギャロとか、それから、これがね、ロッパル ULS2 の改造バージョンの僕のメインロットかな、はい、今の、はい、フォークが付いてるところは川口湖からそのまま持ってきた、まあ、このまま使えると思って持ってきたんですよね。これでもスピニングはね5本、5本でビッグベイト羽、これビッグベイトじゃないな、これ羽が付いてるけど、これはねオールマイティに何でも使えるロットとして持ってきたかな。これやりたかったのはバタリオンとか、あの中型系のシャロークランク系をやりたいなっていう、はいはい、バタリオンこの時期ねよく釣れるんで、はい、もうちょっと後の方がいいかなと思うけど、はい、でこの羽がついてる外します。であとやっぱね、スポニングに絡むビッグバス、はい、メスを釣るには絶対必要な S 字、まあ、これは絶対必要な S 字ってワードが出ましたけど、はい、やっぱりね、でっかいカバンのそばにいてもうイライラしてるメスはビッグベイトの反応がすごくいいです。その時にリップ系のビッグベイトって巻いちゃうじゃないですか、まあ、S 字とか、あとはまあジョイント系のちょっとサスペンドできるようなビッグベイト、まあいろいろあるじゃないですか、ギル系のやつとか、そういったのはすごくこの時期に見えてるデカメスには効果的な時があります。これ、はい、それからこれシャロークランキング、はい、これいらないな、これはさすがにまかないなきゃ、はいはい、これ置いていこう、はい、であと2本こっちに溜まれてるのがこれカバーだと思うな。カバーは今日やりますよ、はい、じゃあ持ってき持ってくんだけど、カバーもカバー猫とカバー打ちとこの時期に1個考えられるんですよ。でカバーもとりわけ水が多いと思ったんで、今日の雨降ってたから、はい、結構降ったんで、はい、まあ、実は多いですよね、はい、なので14ポンドの長いコンクルージョン、コンクルージョンのコルトです、はい、80H っていう80だったかな、あのポルトなんで覚えても、ね、ごめんなさい、 70H プラス、80じゃない、 70H プラスっていうちょっと硬い物干しだ、チューブラーですか、もちろんもちろん、これはこれは完全に物干しだ、これでカバーのオフ、はい、チョンスとかそういうシンカースケッチャーでもいけるかなと、はい、はい、あとはライトカバーを打つためのテキサスリーグついてるんだけど、はい、これ山線香41とテキサスリーグとか、はい、ちょっとストレート系のテキサスリーグもしくはカバー猫っていうのを使おうと思ってきました、はい、だけどこのままこれもカバー、はい、シャロー打ち、はい、これを打つようにねちょっとね4ポンド巻いてあるんですね、はい、60MLS っていうのがある、はい、この中で使ったタックルそのものなんですけど、はい、亀山でもそのままいけちゃうかなと思ってます。1本しか減ってないです、多いよこれ、もう絞れてないということだ、ね、そして時間は刻々と過ぎていき、上がる時間が決まっているっていうこのスケジュール、毎月亀山、毎月時間がない中でお送りしております。いやでも昨日じゃなくてよかったですね、昨日だったら多分車から出なかったと思う。ですよね。あんな冷たい雨の中で。俺的には大丈夫だって、絶対あれ、小森さん雨嫌いだから。雨嫌いだし、このタイトなスケジュールなんか、あの冷たい雨でできるかよっていう。だから、オペガーの試合とかも雨の日あったじゃん。最終日雨ですよ。だから、はい。ああ、もう雨だし、小森さんまたなんか2日目ゼロ引きだし、モチベーションも下がったのか。で、何が足りなかったかっていうと、やっぱりオペガーってすごく風が強かったんだけど、あの初日2日目の風速8メーターの東風、あの風の中での魚を見つけられなかったっていうことが敗因でもある。ただ練習はしっかりできていて気合はしっかり入ってたっていう、そういう試合だったかなと思います。毎月亀山12ヶ月、今日は4月の寒い寒い寒い、なんでこう釣り行の日はこんなに寒いんだ、いつも3月でもこんな日あんまりなかったって、かなり寒いですよ、これまずシングルですからね、気温が寒い、成績のシングルはいいけどね、はい、僕なんてもう貯金がシングルですからね、いや成績もシングルじゃないですか、成績もシングルでしたね、はい、いやみんなあれはほとんど川線はみんな熱くなったと思いますけどね、ありがとうございます、亀山周りは広めきだったと思うんですけど、ありがとうございます、さっき若旦那と、はい、いや2日目もう終わったって思ったよねみたいな話でずっと盛り上がって思ったでしょ、はい、小森つぶいこはそう簡単に知らないんですよびっくりしちゃう、僕はもう終わったねって、例えば2000
11年、はい、まあ、19年、10年と書いてある時、11年震災の年に、はい、僕成績落としたんですよ。あ、はい、年間32位だったんですよ。あ、ありましたありましたね、はい、小森終わったなってあの時も散々言われました、いろんな人に、はい、でも2012年でまたちゃんとタイトル取りましたから、ね、で13年、14年が19番と13番だったんですよ、はい、その時も小森は終わったなって言われたけど、はい、その翌年の 15年は、はい、2位、はい、16年は3位、はい、そこからもう1回3位か2位を取って6位、6位とかですからね。そんなには終わらないんですよ。釣りしながらで、あの小森さんもし聞けたら、はい、あのバターのいつも読んでる記事でも読んだんですけど、はい、まず第一戦音楽が終わったじゃないですか、はい、今年のその最終戦までのフィールドと傾向っていうのを何か教えていただけたら。釣りしながらですか、はい、まあ、この亀山ダムの状況をまず読み切らなきゃいけないいきなりその話ですか。俺それがすごい聞きたくて。すごいな、これ釣り子さん、なかなか今日はハードだな。いや、次はあのなんかエレキフェンダーなんていうのは、次の八坂ダムのことを今亀山ダムと同時に考えろと言ってるわけです。そうすごい難解だ、しかもこの寒さ。はい、今年のターニングポイントは霞ヶ浦です。はい、第3戦目の3戦目が霞の、はい、これがね、極めて厳しい状況になると思ってます。いつもより早い時期ですよ。いや、いつもよりと同じです、7月なので。はい、はい、なんですけど7月の、霞ヶ浦、ここ何年か全然釣れてないですね。で特にやっぱ台風以降魚が減った感があるんで、僕はきついかなと思ってます。でそこでゼロにならないこと、これが今年の年間を僕の中では占う大きなところだと思ってます、はい、まあ正直第一戦の結果見てもらって、僕はね、あの表彰台にちょっと気づいたことがあるんですよ。はい、タイトルホルダーが3人いたんです。あ、南さんと、はい、優勝の武田君だけまだ年間優勝取ってない、まだって言っておきます、あえて、はい、取ってないだけで、他の早野君、僕、藤田京也、3人とも、まあ、年間タイトル取ったことある選手なんですよ。で、まあ、はっきりしてますよね、準備ができてる選手、準備ができてない選手っていうのは1戦目は僕ははっきりしたと思ってます。なぜならこう1年空いちゃってますからね、この間、まあ、準備って釣りの準備じゃないですよ、心の準備かな、はい、やっぱそれはまあみんなできてるとは思うんですけど、まあどこにあったかっていうので多分1年1回目の結果が出たと思うんですよ、はい、でまあその準備を2戦目以降ってのはもともとみんな加速してできていくんですけど、やっぱり、まあ、今回外しちゃった中にもすごい強い選手もいるんですけど、はい、そういう強い選手が準備ができてくるから2戦目3戦目ってそんなに大きな、なんていうか僕はどんでん返しはないと思ってるんですね。あ、はい、まして八坂ダムでしょ、まあおそらくサイトフィッシングが中心になってくるんで、はい、まあおそらく外さないと思うんですよみんな、うん、まあ僕も八坂はそんなに外す気はしてないんですよ、はい、普通に釣ってたらいいだろうなと、普通に釣って順位がそれなりに、あ、この順位だったんだっていうのはつくと思ってるんで、はい、そこからもう一個上行こうと思ったらやっぱキッカー狙いに行かなきゃいけないんですけど、はい、大外しはないだろうと自分で思ってます、はい、で、まあ日原に関しても一緒、10月だったらちょっと分かんないですけど9月の日原でしょ、まあ順位はついちゃいますけど釣れないってことはないですから、試合に向かう気持ちは釣ればいいんでしょっていうだけだから、7月の3戦の霞ヶ浦はやっぱちょっとコンディションが良くない、ゼロがあり得る、はい、そう考えるとゼロだと周りがいくらゼロでも自分もゼロだったら点数つかないですからね、これは危ないなと思ってます。だからまあ次の6月の八坂ダムはまあ普通に亀山ダムと同じように釣って、7月の霞ヶ浦がターニングポイント、で9月の桧原湖もまあ普通に釣れるでしょう、はい、で最終戦の七色、まあ秋のリザーバーなんで、ここは不得意な人いると思うけど僕はなんとかできるかなと、はい、ただ年間を争うと思うとやっぱり残りの試合全戦シングルぐらいの成績じゃなきゃダメなんですよ、はい、あと1回優勝に絡む、あと全部残りシングル、はい、でそこの成績を保つためにはもうこれは本当に集中力しかないなと、でこれはね、僕も何回も年間を取ってる、年間争いも過去に何回もして取れそうで取れなかった時が2回、
で取れなさそうなのに2位まで行っちゃった時は1回で取ったのが3回って言って6回は年間1位を際どいところで争ってるんですね。それ以外にも最終戦前に5位だったこととか4位だったことは何回かあるんですけど、まあ、ポイント離れちゃってたんで自分の中では今まで6回年間優勝争いに参加してるんですよ。年間優勝争いってね、ものすごく神経が消耗します、はい、疲弊します。ですっごく本当に僕はそれが楽しいんですけど、ある選手はもうゲロ吐きそうで嫌になったって言ってましたね。それぐらい大変な作業なんですけど、まあこの先そういう、まあ、苦しい大変な日が来るんだなと思うとちょっとワクワクしかしないなと思ってますよね。もう本当にあの地獄のような年間争いがまたできるのかっていう、すっげえ楽しいんですよこれが。端的なところだと、はい、今回その2日目ゼロからの、はい、驚異的なあのまくりって、はい、ああいう時のメンタルってどうなってるんですか。今回に至っては、はい、単純に2日目風で全然釣りができなくて俺下手くそだなこんな風に負けちゃったよっていう、そういうのがあったんですよ。だけど最終日はもう気楽でしたよ。あのもうすぐ帰んなきゃいけなかったから九州の仲間たちとご飯も食べる時間もなかったしコロナもあるし、まあ3人ぐらいで軽くお別れ会をして、はい、僕明日帰るからって言って、まあ、今回もいろいろ手伝ってくれていろいろ応援してくれてありがとうと、ちょっと不甲斐なかった、最終日も同じことをやってきます、ただ釣れるかもしれない、昨日釣れてないからねっていう、だまあ釣れないかもしれない、だけどもう練習で見つけたことをそのままやるしかないでしょっていうモチベーションではありましたよね。だってそこに魚がいなければもういないもの、僕の狙ってるところはプリだったんですよ。ちょっとまだまだ季節の先の方のプリだったんですよ、はい、そのポジションから魚が消えてたらもう多分何をやっても釣れないですもん。それがいいんでは結局ダメだからね、みんなも釣ってこないから、みんなも釣ってこなかったらですよ、外したって成績落ちないんですよ。そんなにみんながゼロだったら僕がゼロだったら17位で終わってたんですよ、はい、で僕がもしちっちゃいの1匹でも釣れたらみんながゼロだったら14位ぐらいも上がるわけですよ、はい、だからもうでみんなが釣ってきて僕がゼロだってもうまあぶっちゃけ30位が1500ぐらいしかなかったから僕3キロあったから、まあ、26番ぐらいまでしか落ちないだろうと、だから悪くても17番から26番の間に入る、はい、で、まあ、年間考えたらちょっとそれは取り落としてるけど、はい、まあ命まで取られる順位ではないじゃないですか、はい、で14番だったら賞金圏内ですからねって思ったんですよ、はい、開き直っちゃえと、だから別に変えることないやと、自分が狙ってる魚がいるかどうかもう一回再チェックしたらいいやと、ただちょっと計算をしつつ朝だけはその前の日のエース禁止エリアがあったんですけど、そこがまだフレッシュだったから誰も触ってないじゃないですか、前の一気にしたから、そこには入りましたね。そこでフレッシュの魚が残っててもいいなと思って1時間だけそこ寄りました。まあ亀山は多分難しいかもしれないですよこれ。いやー、もう恩賀川で3位の小森さんの後ろに乗ってるんで、もう俺は大船に乗ったつもりでもこれ勝ったも同然っていう、もう全然僕だって状況が分かってないですけどシャットとか巻いてて釣れるんですか。え、シャットとか巻いてて、いや実は俺もあの小森さんと言ったっきり一回も来てないです。これちょっとあったかくなるまでのんびりやりましょうね。はい、僕あの正直ね、はい、あの全く状況が分かってないのと、はい、何をしていいのか、その普通は考えてくるんですけど、はい、考える余裕すら今回時間がなかったんで。ですよね。はい。恩賀川川口湖。そう、もうその川口湖も実際考える余裕がなかったんですよ。はい。豚を手配して川口湖について、はいはい、放流でもあればいいかなと思ったけど放流もなかったんで、はい、これバス探さなきゃじゃんと思った時にもう2日しかない無理だよと思ったんですよ。はい。で何とか見つけたんですけど。はい、場所も出なかったんですよ。あ、だから時間が足りねえっても直前で思って、はい、これは勝てないわと思ったんですよ。 あと2日あったらもうちょっとハイウェイと思ってこれましたね。はい、
いる魚の動きまで分かったけど、それをどうやって食わせるかとかいうのも全然分かんなくて、結局見えてるやつをリアクションで取ろうと思って粘っちゃったんですよね。まあそれが全て失敗でしたね。あの一匹釣れたやつってのは どういう展開で釣られたんですか？あの立ち木で死んでるエリアがあって、はい、立ち木じゃなくて流木が、はい、この流木に一回がついてるんですよ、はい、それを、まあ、みんな見て釣っていくんですけど、はい、まあそれに引っ掛けて AK でシェイクしたら食うかなと思って、結構長いシェイクしたら食いましたね。結構ブリブリの個体でしたよね。多分過去の放流バスの流木じゃないかなと思ってますけどね。暖房入れてもらいますね。はい、久々に寒いですよ、これ。寒いっすね、本当に。これ今、体感で寒いと思ってるのは、はい、川口湖よりは暖かいんですよ、はい、だけど川口湖はもう完全防寒だったじゃないですか、はい、もう今日防寒じゃないもん。ズボンの下がすごく寒い。拷問だ、これ。うわ、雲はもうちょっと太陽が上空まで出てくれれば暖かいの始まると思うんですけどね。今日はどこまで使うってイメージとかあるんですか？あの、はい、このスポーニングに絡む時期に、はい、やっぱりでかいのが釣れる場所っていうのは、はい、バックウォーターに比較的近いところではあるんですよ。あ、はい、はい、僕の経験ではとにかくこの時期狙いたいポイントっていうのは、はい、押切沢近辺、はい、それから頼朝島近辺、はい、それから、椿本近辺、はい、まあその辺は肝になってきますよね、はい、バックウォーターに近いっていうよりも本光寺よりも沢筋に近くて、はい、大場所っていうような、で、まあ島がいいかな。どんどんとかどうなんですかね、あっちの沢川筋の。もうちょっと遅いんじゃないですか、これからまた良くなってきますけど、はい、ポストのシーズンになってきたら、はい、どんどんはちょっと、もうちょっと推進が欲しいかな。でかいバスが上がってくるとしたら。だとしたらやっぱり頼朝島とか立った。そうですね。本校は今、行きがてにちょっとパッパッパって様子チェック、軽く。いや、そういう意味じゃないですよ。あの寒いから、本校なんか渡りにくいところにすぐ帰れるじゃないですか。はい。いやでも、本当やっぱ上がれないんで、帰れないですよ。暖かいところ諦めてください。なんか手袋も今日絶対いらないと思ったから、こんなボロボロな手袋ですよ。そう、小森さんトップトーナメンターなのに随分ボロボロの手袋。これもスペア中のスペア。だいたい試合に、ね、手袋って2個持っていくんですよ、はい、僕は。この間の音楽はもう最終日途中で手袋変えたのが良かったんですけど、はい、まあ手袋濡れちゃうとしてるより寒いですからね、はい。まあでもこんなボロボロな手袋をしてる場合ではないですよ。あの右側の部位ってもつまりますけど、あれ下に何があるんですか？それは魚竹見ろって意味ですか今？そうですね。まあ見ない方が良かったですね。怖いじゃないですか。何が？はい、見ない方が良かったです。手だけ合わせてます。まずいなこれ、本当に。全然こう釣りに気持ちが入ってこない。お願いします。ダメでしょこれ、久々にっていうか、こんだけ湖がコロ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 、なんでこんなにバックロスするいけない。気持ちが入ってきてねえな。まあ久しぶりの亀山なんでエンジョイっていう要素。違うんですよ、寒くてなんでこんな寒い中釣りしなきゃいけないんだろうっていう。いやでもほんと昨日じゃなくてよかったなと思って。昨日だったらもう小森さん多分テンションだだ下がりだよと思って。今も下がってますけどね。安心してください。そんな濁りも入ってないし、今日心に濁りが入ってますね。もっとでも昨日相当降ったからもっと嫌な感じでがっつり濁るのかな。だいぶ嫌な感じですよ、寒くて。寒、まあまあ気温はもうちょっと上がってくるんで。これであの鳥の糞でも頭に当たったら速攻で帰りますからね。まあ運がついたということですけど。お願いします。運が落ちたみたいなもんですよ。なんかいい感じでカエル鳴いてますね。ですね。昨日の雨で湿った効果ですかね。湿った効果ですかね。それか2月に前戻った感じで赤ガエルが鳴き出したね。しかし寒い。寒いですね。もうシェイクしてるのか震えてるのか分からないです。それが新しい技ですね。
いやおかしいな、太陽出てきてるちょっと寒いですね。ちょっと完全にこれ完全防備に着替えて出直したいですね。はい、いいですよ。ズボンの下はないぞ。ズボン下はそうですね、時田が塗ってないですね。時田のおじちゃんにもらうしかないな、パッチみたいなやつは。パッチってそういえば言いますね、まだ。うん、お、いや、どうすごいなと思いましたよ。すごいですね。エンターテイメントですよ、あれ。うん、もうね、三谷幸喜の世界、やってることは。そうですね。何やってんだろうと思いましたけど、ギャグですよ、ギャグ。おっしゃ、立ち切り師匠よく引くなと思ったらバス山たぬきで食いましたよ。跳ねますよ。うっ、うっと、水があったかい。イエーイ。亀山にしてはアベリージュよりちょっと上ぐらい。はい、でもこの時期だったらちょっとちっちゃいかな。これ何ですか、釣れたの。山たぬきちゃんです。え、山たぬきちゃんバッチリ口に入ってます。あ、すごい。これが口の中の山たぬきじゃない、ごめんなさい、山ミミズちゃんです。あ、山ミミズ、はい、山ミミズですの猫リグですか。まあ、猫リグですね。猫リグで、0.9g でもひたすらしていくっていうような。いや、もう山たぬきはいよいよ自分も変えたんで、はい、次はじゃあこのミミズがいよいよ。ミミズの出番が来ましたね。徐々に水乗りしますかね。お、すごい太い腹が。ありがとうね、ほんと嬉しいね、釣れてくれる魚っていうのは。ブラックバスだけだな、俺の気持ちが上がってくれるな。何か深い。 いや、うち家庭はうまくいってますから。いい、40センチないぐらいですね。はい、ブリ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 ですよ。はい、プリスポーンのメスです、これは。ありがとう、バイバイ、またね。次は60センチになって釣れてくれたらいいな。はい、釣れました。亀山ダム、2ヶ月ぶりのお魚です。もうシャローに上がってきて、で本当はね、ちょっと見てポジションを確認して、そのスポーニングベッドを避けてっていう釣りをしたいんだけど、ちょっと濁りが入っているのと風が強いのと見えないですよね、全く。で、まあ、闇子にちょっと巻いてても釣れないなこれと思ったんで、水かさが昨日の雨で増えちゃってるのもあるんで、まあ、カバーをやるか、そのちょっと下の2メーターから4メーターぐらいの、ミドルレンジをやるかっていうところで、今ミドルレンジの方をライトリグでやっていこうと思って、で猫リグ、まあ、ダウンショット、スモラバ、ライトキャロ、スプリットショット、猫リグ、ジグヘッド、いろんなリグがあるんだけど、まあ、亀山はジグヘッドはちょっと引っかかりやすいんで、猫リグでガード付きでやりました。ダウンショットでもいいんですけど、まあ、ダウンショットよりも、まあ、タイトにボトムに入って、ちょっと一箇所引っかかったところで粘ったりする方が、メスに口を使わせやすいんで、猫リグを選んでます。まあ、水中に沈んでるカバーで、猫リグ、カバー猫をやってるような感覚で、ちょっとボトムを這わせながら、引っかかった引っかかった、ここだここだで乗り越えていく、そんな感じで使ってたら今食ってきました。ありがとうございます。はい、ちょっと嬉しいです。釣りをやめなくてよかった。今日釣れなかったらやめるって宣言したら。まあ4月でノーフィッシュだったら本当にもう致命的ですよ。はい、おそらく4月の亀山ダムでノーフィッシュになる時来たら、いくら頑張ってももうバス釣りは先がない状態だと思いますよ。まあ、だから絶対釣れるっていうことです。はい、僕がですよ、みんなは分からないですよ。来た日によってはやっぱ人がいっぱいで釣れるかもしれないし、ここいっぱいいるな、今乗っちゃった。そこの、まあ、このくぼみに対してガッとこう上がっていってるんです。今ボートポジションで4メーター50ぐらいです。はい、そこから今投げてるとこが、そうですね、2メーター切るぐらい、まあ、2メーターぐらい一気に駆け上がってるんですよ。でそこの駆け上がったところの上側でバイトが今連発してます。まあ、水深2メーターなんでね、ベッドではないとは思います。
ちなみにスポーニングベッドっていろんな説はあるんですけど、僕は絶対に浅いとこからできると思ってます、はい、なぜなら浅いところの水温が上がりやすいから、はい、とはいっても超浅いところじゃなくて夜に水温が下がらなくて昼間水温が上がりやすい、はい、1メーター弱ぐらいのところからでき始めると思ってます。で徐々に徐々に水温が上がってくるに従って深い水深になるところでも作り出すんじゃないかなと。まあ、 場合によってはそれは水深の深いところの水温が安定したらそこで作っちゃう場合もあるかもしれないですけど、はい、まず浅いところから。なぜなら海の角度がどん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 やっぱ5月に従って角度が急になってきて、はい、入射角がきつくなってくるじゃないですか、はい、それによって深いところでも産卵できるようになってくると思ってるんで、入射角がその浅い4月の頭とかに作るベッドは比較的浅いです。だから超浅い日当たりのいいところを避けてれば今はまだベッド避けれるかなと。避けて狙って避けて必要性もないですけど、でもちょっと水深のあるところをやってたら多分プリの魚が出てくるんで、まあやっぱりね、この3月4月5月っていうのはスポーニングに絶対絡んでる魚だから、はい、どうせ釣るならプリのデカバス、はい、でそれからアフターのスクールっていうような、はい、そういうなんていうかまとまって魅力的なこう題材を料理したいなと思いますよ、ね。はい、あでもずっとカエル鳴いてるな、ね、いいですね今日。何ガエルですかね。トノサマとかアマガエルとかそういった類ですよね。多分田んぼで鳴くやつですよね。うん、なんかもう田んぼに水が入ってたんで。ああ、はい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 。あでもそこカエルが水の上歩いてますね。なんか歩いてますね、ほら奥。あ、いますね奥に。あ、本当だ、泳いでる。あれにドボンってきたらちょっとすごいドラマですけどね。いや今日の気温では水面できらんでしょうね。まあやってたら出るでしょうけど、そのね、まあ、僕が考えてるバス釣りってずっとトップ投げて出てくるのもバス釣りだと思うんですよ、はいはいはい、だけどできらんって今言ったのは、うん、やっぱり10匹魚がいたら8匹は寒いからやめとこうと思う状態、それが4匹になってきたらまあやるかもしれないとか、そういう話なんですよね。だからまあ個体差があるんで個体差の話はしてないです、はい、大筋の話をしていつも物事を考えてます。去年ぐらいに思ったんですけどね、はい、超客観的に見てですよ、これうぬぼれてるとか調子乗ってるとかそんなのなしで、はい、僕トーナメンター分析するの好きなので、はい、このトーナメンターはどんなもんだろうっていうその力を数値化していきたいところはあるんですよね、はい、まあ、自分にその目はあんまり向けないじゃないですか、恥ずかしいからで、まあ、自分のことを客観的に見るって、ね、ちょっとなかなか照れくさいところありますよね。で見てて思ったんですけど、いや俺強いなと去年思ったんですよ、はい、去年なのかな今年なのかな、ちょっと近い最近思ったんですよ、はい、去年のオールスタークラシックの時にちょっと思ったんですよ。実は俺強いって強いなと、まあ自分の形じゃないところでも上位にいけてるじゃんっていうところです、はい、要はね、秋口の見えてるものに対してレッグアームのダウンショットで釣っていくとか、春先のアフターの頃の魚をライトリグでかき集めていくとか、そういうのが得意なの知ってるし、はい、まあリザーバーでサイトフィッシングでっていうのもまあちょっと違う引き出しだったけど、まあ神山やってんだからできるんでしょっていうのはあるじゃないですか、はい、だけどこうそれ以外の状況でしっかりと状況を把握して的確に当てはめていく釣りっていうのは実は年間タイトル何回も取った時ってやってないんですよね。あえてそれを殺して自分の型にはめてたんですよね、はい、だからあこれクランク釣れそうだなと思ってもクランクを投げなかったりとか、だからそういうのじゃなかったんですよ、はい、でもなんかねそれをただ単に自分がこういうのじゃないと思って決めつけただけで、やったらうまいじゃんっていうので気づいたっていうか、まあ、できるんだよなって、まあ、できるからやってるんですけど、もともとできるのも分かってるんですけど、うん、その何でも対応して何とか試合を作れるなっていう感じ、スタイルを無視してもしっかりゲームを作れるっていうのが、
まあ、去年の豚で勝ったりしたじゃないですか、はい、河口湖で、はい、まあ、本来だったら豚で勝つことは僕のプランにはないですよね、はい、まあ、今回河口湖クラシック春はダメだったけど、でも別にノービッシュで終わらないじゃないですか、うん、前だったらノービッシュでしたね、単純に俺豚苦手で終わってましたね。ターニングポイントみたいなのあるんですか？そうなったんですか？あったとすれば今持ってるものじゃ勝てねえなって思った時ですね。3年ぐらい前かな、はい、いや毎回そうやって乗り越えてきてるんですよ、はい、もともと勝てなかったんだから、もともと僕が自分の持ってる釣りだけでずっと勝ってるんだったらそんなに苦労もしないし、多分もっともっと楽にやめてたかもしれないです。もともとずっと釣りが好きでバス釣りが好きでトーナメントで勝てると思ってやって、ずっと勝てなかった中でレッグアモリダウンショットであったりとか、カットテールの自分の使い方であったりとか、まああるいはスピナーウェイトの出しどころであったりとか、そういったのを覚えていって勝てるようになったわけじゃないですか、はい、でそういうふうに勝っていって自分のスタイルがある程度確立してきたけど、それがまあネタ切れになったんですよね、はあ、まあ、いわゆるレッグアームのダウンショットだけじゃ勝てなくなっちゃったんですよ、はあ、年間は、はい、そんで新しいことを覚えなきゃいけないっていうのがレッグアームが使えなくなったの2016年、はい、エコルールで、うん、あの年に新しいことを覚えなきゃいけないと思ってカバーネコで優勝して、うん、でそのカバーネコにこだわりすぎて2戦目外して、でその次の試合はもうサイトフィッシングしかない、サイドで俺勝てるのかと思って勝ったじゃないですか、うんうんうん、あの辺も相当やっぱり無理して自分の壁を乗り越えた感はあるんですよね、はい、でもその時よりももっと今なんかゲームが見えてるというか、これは釣りの話じゃなくてトーナメントの話なんですけど、はい、試合中にどう自分が立ち振る舞ったらいいかがもっとなんかね分かってるというか、だからまあ野球に置き換えることが多いんですけど、野球に置き換えるとピッチャーで球種が増えたわけでも球が速くなったわけではないんですよね、はい、なんかこう立ち向かい方が分かってる、組み立てが分かってきたというか、出しどころが分かってきたというか、自分が苦手だったコースにもしっかりとストライク取れるようになったっていうか、なんかねゲームがすごい分かってる感じがしてきてますね今。まあ結局相手が魚、そして戦ってるのが人間っていうところなんですけど、まあすっげえ強いなこいつと思うやつにもやっぱり隙はあるし、すっげえ難しいなこの魚ってやつにも簡単に口使う時があるしっていうのと同じで、そういうタイミングとか引き出しをポンと開けれればゲームって作れるよなっていうことが改めて分かったかなっていう、まあたわいもない話ですけど、いや深すぎてなんかもうちょっと頂上の話なんで、よく小森さんしか見えてない世界の話だって、いやそれをすごい客観的に見て、あ小森って強いなって今自分で思ってますね。なんか2年の僕だったら運河川にしたって最終日1匹2匹で終わったと思いますよ。こうだったらこれは絶対5本揃うって2機目つった時に思ったんですよ。見えてたんですよね。でもそれが見て焦っちゃうと5本取らなきゃ負けだと思ってゲームを作っちゃうと絶対取れないですよね、1匹1匹丁寧に積んなきゃいけない、はい、その中でこの流れは5本取れるっていう動きが自分で手に取るように分かってできたっていうのはすごいなって自分で思っちゃったんですよね。初日もそう、これ揃わないかもって思った瞬間があってやっぱ揃わなかったんですよ、はい、2日目は完全に集中力切れてたな、なんかそれは後で話しますけど、ちょっとやっぱり疲れてたのかな、うん、まあでもなんかこういう展開が分かってくる、うん、やっぱりゲーム時間かけられてるんで、こうしなきゃダメだって思う時間があるんですよ、その通り動けるかどうかっていうことです。要は貯金がなくなってきてるのに買い物に行く人いませんよね、使っちゃいけないって思うじゃないですか、それと一緒でトーナメント時間ってやっぱ限られてる、貯金と一緒で使っていくわけじゃないですか、本当にでこれ以上使っちゃいけないっていう無駄な行為っていうのがあるわけなんですけど、それをしてるかしてないかが分からないから時間がなくなってゲームが終わっちゃうんですよ。でもそれがしてるかしてないかが分かるようになったっていうのかな、これじゃ
いなっていうその切り替え、あとはルアーの準備が早くなったかな、はあ、僕、まあ、冬の亀山ダムでガイドやってると黒いレッグアームのダウンショットをついたままほぼ変えないんですよ、はい、で何匹か釣ってワームがダメになってきたら違う色に変えてそのずっと使ってるんですよ、はあ、なくなるまで、はあ、何日か釣れなかったら変えるかもしれないですけど、はあ、ほぼ変えないんですよね、はあ、それぐらいルアーを変えたりとかするのってなんか億劫でやってるわけじゃなしにそこじゃないだろうって思うのがあったから、まあエリアレンジそうですね、探さなきゃいけないのはまずルアーじゃなしにバシッとバスのいい場所って思ってたから買えなかったんですけど、それはメガバスのおかげなのかな。やっぱりハードルアーって本当にリップの長さ一つや色一つや形一つや追い方一つ何かちょっと変えていくだけで急に釣れたりするんですけど、そういったのをまあ深く知ることができたっていうのもあるかもしれないですよね。同じところをクランクベイトでやってるんだけどこれじゃないなこれじゃないな色を変えてみようって言ってプランの時なんてディープ X100 と X サットで結構釣ったんですけど、この X サットにたどり着くまで僕多分20何種類かのルアーと色を試したと思いますよ。それであこれだっていうのが X サットの赤だって、それだけは本当釣れるんですよ、ね、でだからライトリグとか投げた後でも前に来たりゴリッて来たりするんですよ。だからそういうのに改めて気づける状況ができたっていうのが強くなったなっていう、そのね、そんなの知ってるよと思ったってなかなか引っ張り出せないじゃないですか、はい、例えば見えてればさああやっていくんだよっていうのは結構誰でも引っ張り出せる気がしたけど、しかも小森さんぐらいも情報の蓄積があったらなかなか、なかなかそうなんですよ、なかなかやっぱり固定概念を崩すってすっごく難しい、はいはいはい、だから自分がそんなに客観的に自分が強いっていうのはなかったんです僕は、はい、なぜならこれってこうやってこうやって釣ってるだけだっていう事象に過ぎなかった、これがバレたらみんなも釣れるでしょっていう、でもそうじゃないことをいっぱい見つけたな今回っていうかこの1年間で、まあ1年間結局試合がなかったりとか家にいる機会も多かったんでコロナ禍で、まあ、いろいろ考えることもあったんでね、その考えてるうちにあるいは考えてない時間にまとまったのかもしれないですよね。考えてほら一回そこから離脱した方がまとまったりするときあるじゃないですか、ずっと考えてて出てこないのに、ご飯食べてる最中にふと思い出すことってありますよね、この1年間で多分25年間のトーナメンターとしての培ってきたものが1年間の休養で綺麗にまとまったような気がしてしょうがない。その背中のやっぱりコンクルージョンというのは、それもあるかもしれないですよね、今こうやって改めて結論っていうのが形になって、はい、自分でブランディングしたことによって残さなきゃいけないと思ってたのもあるのかもしれない。コンクルージョン。言葉に出すとやっぱりどんどん現実になっていきますもんね。そうですね、まあそんなでも理由があって今は小森つくいかは強いですよ私本当に。じゃあ今年はもうついに、それは敵がいることなんでわからないです、ワールドチャンピオンに向けてのでも最高の形で初戦は、まあでも僕より最高の形でスタート切ったやつが2人いますから、しかも強そうな人、強そうな2人ですから彼ら2人は魅力ですよね。やっぱり、まあ、僕は客観的な不安だったら今回の表彰台は全員チャンスがある中ですごいメンツだなと思ってますよ。はい、まさにしのぎを削るっていう感じ。そうです、中でも藤田兄弟ってあれは本当に僕はこのトーナメントの世界に入って一番強いと思ってますよ。本当に一番強い、立派、本当に立派。この間の川口湖でもちょっとプレーやってて僕はふと試合に直前に気づいたことがあって、はい、あこうこうこうだからこうで明日から天気がこうなるからこういうところチェックしとかなきゃダメだって気づいたのがもうプレー上がる1時間前だったんです、はい、そこから僕もなんか時間がないから全部タックル置いて、はい、本当はどうやって食わせるかとかやんなきゃいけないんだけど、はい、魚探掛けをメインになっちゃったんですよね、はい、だから時間が足りねえと思って、はい、でも僕がその魚探掛けを始める前に何回か藤田恭也が釣りしてるシーンにパッティングしたんだけど、はい、全部そういう場所だったんですよ。だからこれやっぱ強いわ、最初からこうなることも分かってんじゃん。まあ結果初日釣ってなかったですけど、はい、それは結果論でしょ。しかも若い分まだその練習と体力とかも、まあそれは言わないようにしてます、うん、
若いことによって足りないものは、うん、年と体力とともに得ていくわけだから、うん、体力を失うとともに得ていくことだから、僕は年齢っていうのをバスに持ち込みたくないんです、うん、だから何歳限定とかでやるのは大っ嫌いなんです、うん、バス釣りは何歳でもいい、うん、だってこんなに何歳でもできて何歳 の, その年齢層がばらけたスポーツって他にあります？いや だから面白いなと思って、ね、藤田京也さんのその、はい、もう強いし、はい、そのコンクルージョンな小森さんも最終日トップウェイトで、はい、すごいすごい感じになってて、これが一つの大会で戦い合ってるってのが面白い、ね、面白い。はい、じゃあ小森さん、はい、回し始めるんで、はい、使える話題をお願いします、はい。笹川入り口ですね。ここは有名なポイントですね。有名ですね。ここもね、多分あのまだね、ぱっと見てる感じね、スパニングとか出てる感じなさそうですよね、これ。あっちの入り口といえば、はい、深い岬側とこっちの立ち木と斜路の隣接下に渡れますけど、こっちからあっちはもう完全にスルーして一気にこっちに入られます。スルーしてるわけじゃないんです。あそこね、日陰で寒かった。あ、そうか。この寒いで寒いところやってられないなと思ってこっち来たんですけど、こっちの方がちょっとシャロフラット広くて、はい、まあ、よくでかいバスのスポーニングベッドができている場所なんですよ、はい、まあ、それの前後というか、まあ5ですね、はい、ベッドができているであろう浅いところからちょっと落ちたところを、はい、まあ、ライトリングで丁寧にやってます。で、プリのメスがドカンってくると狙ってるんですけど、まあ、見た感じでもね、ベッドがあるには見えないですよね。若干水がきれいになってきてるけど、なんか浅いところそんな魚見えないですよね、はい。これは今リグはさっきと引き続き猫リグ、ミミズですね、ミミズの猫ですね。ミミズなのか猫なのか。猫ミミズ。猫ミミズ。あんま可愛くない。タヌキ猫に続く。タヌキ猫の方が可愛いですよね。そうそう。タヌキって猫に似てるなと思ったけど、猫科じゃなくて犬科なんですね。そうなんですね。重りはそれ何グラム入れられてるの？これ重りはね、0.8 グラムっていう、エンジンのロスタジオハンドレッドの 0.8 グラムの進化を入れてますね、はい。この進化すごい使いやすくて好きなんですよ。まあ、レール進化どれもこれも一緒だと思うんですけど、はい、まあ抜けにくいことと刺しやすいことも同時に大事だし、まあ、あとエンジンのなんか他のところよりなんか数が多いって入ってる。それすごく大事ですね。大事なんですね。はい。まあ、ネルシンカーってね、こう、なくなっちゃいますからね。うん、まあ、なくなっちゃうんで、鉛は絶対良くないとは思うんですけど。スーペリオフックも、あれだけいい作りなのに、本数が多く入ってくれてるんで。値段はこだわりましたからね。だから、エンジンのこの、ハリオモリシリーズは、逃せないですね、やっぱり。ここはね、絶対値段を勝負したいって言われてるんですよ。あ、はい。はい。やっぱ、釣り具屋でバーっていろんなメーカーのが陳列されてて、はい、単純に我々エンドユーザーは、まあ、形状はもちろん見ますけど、何個入ってるかなっていう、そこ目いっちゃいますもん、やっぱり。まあそこはね、さっきの話に戻っちゃいますけど、うん、いいものは高いって思ってほしいですけどね、うん、この針だったらバレない針1本500円、うん、この針だったらバレるかもしれない1本30円、うん、500円選んでほしいんですけどね。まあ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 、そうですけど、でも入り口は、まあ、使ってもらわないにはね、まず値段が高い、まず使ってもらえないから。いや、結構俺の自前の針は本当スーペリを貸してきたんで、早く他の開発中のやつも出してほしいなと思ってますけど。スーペリを貸してきたってことは、これはバスに近づいてきましたね、田中さん。だいぶ釣らせていただいております。まあ結構いい針ですよ。最近ようやくカバー猫のあのしフック、はい、あれの素晴らしさに気づいて、やっと春になってからだいぶ遅いです、ね、買い出しました。あれいいでしょう。使ってみると分かりますね、はい、あの根が感なさと刺さりの良さ、フッキングの良さと、なんであの形状でフッキングするんだよって思いますけどね。で、あのサルカンちゃんとつけてくれてて、あの値段であの本数っていうのがやっぱりすげえなと思って。あれも何度もサルカンを諦めようとか挫折はしたんですけどね、はあ、サルカンがどうしても、はい、あのパーフェクションに似てるじゃないですか、はい、その面だけはちょっとまあ正直もリスペクトだなと思ったんですけど、はい、個人的にはもっと他の方はないかなと思ったけど絶対ないですね。
一番やってほしくないのは糸にサルタンをつける行為なんで、はい、結び目が増えるからやっぱり切れやすくなるし、はい、リグとして美しくないし、メインライン、そうです、間にリーダー入れちゃう人いるじゃないですか。リーダーのところにサルタンをかませる行為ですね、はい、あれはやめた方がいい。あれは僕好きじゃない。超過下がりますね。巻きすぎちゃってガイド壊れるし。今後の今次ぐらいに今だいぶ出揃いましたけど、はい、今年中になんか次の展開、ガードマス張りがもうほぼ針ができてるんで、はい、ガードだけの問題でようやくアンが固まったかなと。あーでガードが出ると結局早いですよ。はい、なんかもう年内に出してたらなって。ジグエットも今回最終決定はしましたね、はい、あジグエットも、はい、はい、まあまあプロトが来てからですけどね、もっと先はいいとしますね。CO のデカ版って早く期待したいですね、はい、うん、まあそうなんですけどね口を、そうなんですけど。コンクルージョン、小森さんも自分で強いって気づき出してましたね。カブさんやっと気づいたの。小森さんもだってつい最近気づいたって言ってましたよ。ていうか全然話変わるんです、いいですか。はい、すごい。タヌキやっぱすげえってのは、はい、こうね、こうスキッピングで岸まで簡単に誰でも届く。届きすぎちゃって引っかかる、本当に。5.3 グラムですからね。これね、今や投げてて思ったんですけど、はい、もう、壁ドンやり放題。そのシルエット5.3 グラムってなかなかないですよね。なかなかないですね。うん、これね、パッと山線香も飛ぶなと思うじゃないですか、はい、パッと山線香と線香も飛ぶんですけど、彼は結構風の抵抗を受けて失速するんですよ、はい、あ、はい、風をね、メインっていう感じで飛んでいくと、はい、うーんって風に流されちゃってするんですよ、はいはい、空気は流されない、はい、すごいドスって、ドスドスって、でもビッチング、あのスキッピングさせちゃえばドスって言わないから、はい、今もほら、あの岸にあるちっちゃい穴にドンと入りました。タタタターンって入ってる、もう隠れるタヌキのように。ちなみにその竿は今何でやってる？これはですね、コンクルージョンの 68LS っていう、まああのコンクルージョンですと。これ今は多分釣れないだろうなと思って投げてますけど、なぜならまだその超インサイドにバスが全然いないんで、今日寒いし、はい、なのでアフターが回復するとか、まあ、ピクピクが効いたちょっと後ぐらいからって感じとかですね。あとはそういうロケーション、はい、まあこのポストの時期でもそういうカバーサイドに魚がうろうろするようなフィールドであれば、はいはい、このスキッピングポンポン、ほらいました。今この感じだったら精度を合わせればもう一段階沖からでも入れられますね。全然入れられますね。すごいですね。いや、これのこのキャストのしやすさはちょっと言葉には尽くせないですね。小森さんだと今やってる釣りで、はい、カラーは何で合わせてくるんですか？あのね、亀山ナウで使うんだったらギルっぽいカラー、ラメの多いやつ、ダークシナモン、ダークブラウンブルーギルとか、はい、今使ってるスカッパのブルーフレックとか、あ、はい、この辺は多分いいかなと思ってます。で、まあフィールドによるんですけど、はい、野池とかで転がして使いたいんだったら、はい、もうグリパン、グリパン、はい、グリパンとか黒、あとはまあバラコとかで、その見えなくなるところまで転がして釣りたいっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、そういった時はまあピンクとか、あ、チャート系、そこでピンクチャートが出てくるんですね。そうですね。僕はそのピンクチャートを見えてるバスの前にコントロールして持っていくっていう釣りでは、そういう時このでっかいタヌキを見えてるバスの前にこうやってコントロールして食わせようっていうのはあんまり思ってないです。それをやるならもっとちっちゃいワームを使います。なので投げて見えなくなるとこまで転がしたいなっていう時にはもう最高に見える色でいいのかなと思ってます。さりげない本当スキッピングでなんか本当一段奥まで入ってきますね。これやってて楽しいんでずっとやっちゃうけど、まあ今多分この昭和ライン脳進化から攻めていく時はまあ釣れたらいいな程度ですよね。5月中旬以降から以降でしょうね。特にやっぱ7月でしょうね、亀山だと。でこのシルエットでやっぱギル食いのでかいやつが取れるから、はい、そういうギル食い出した頃にギル系のラメがあるやつで、うん、コロコロコロっていうリアクションを使って釣ってほしいですよね。ようやく体力のあるギルが多少見えるかなぐらいに、ようやくなってきたからどうかなぐらいですね。見えるんですかね、ギル。うん、でまだ全然シャローを見てないんで、
先だって俺一回ああ今年初めてギル見たわって感じましたけど、あこのギルはいっぱい釣りましたよね。本川はギルの方が多いですからね。いい声で、そうなんですね、はい、あのフィールドってのは、まあまあいいギルが釣れるんですよ。ただギルもねすごくやっぱりね賢いですよね。一回当たっても合わせなかったら次に当たらなくなるんですよね。で粘ってるとまたコンって当たるからバスっぽくすごく感じちゃうんですよ。あれ亀山のギルも仕上がってますよね。あ難しいですか。亀山のギル本当どうバスよりむずいんじゃないかみたいなギル。あそうなんですか、うん、あ結構亀山のギル頭いいっすよ。亀山のギルは僕昔はそんなのとこに思ってなかった。最近そうなんですね、うん、なんか休憩中に米粒まで使って釣れなかったですからね。なんせ賢いのは池原七色のギル。池原はもういないかな。七色のギル、七色のギルって28センチぐらいがアベレージですからね。半端じゃないですね。半端じゃないですよ。ちなみにこの話一回したかもしれないですけど、僕ウルギルの自己最高35センチですから。それもう世界記録じゃないですか。そんないや完全に顔も形もおかしかったですけどね。え35センチぐらいいったらもうそれ記録じゃん。いや記録かもしれない。だってあれ以降30センチ超えるギルなんて見たことがほぼないですよ。で測ったら35センチだったから明確に覚えてる。この位置ったら33センチのバスで出なかったって本当に感動しました。で、小森カップでギルが OK になったんですね。いや、小森カップでギルが OK の理由を今言いましょうか、はい、これは使っていいし、はい、あのね、小森カップという大会は秋には去年はコロナ禍できなかったですから、はい、やらせてもらってるんですが、はい、まあ、ブルーギルの上も OK なんですよ、はい、ギルはバスの 0.7 匹分に相当する、はい、リミット5本なんですけど、はい、バスだったら7本持ってきていいっていう風なルールにしてるんですよね、はいはい、でまあなんでギル OK かっていうところなんですが、はい、まあ魚を釣る楽しみっていうのをやっぱり知ってもらいたいんです一番は、うん、あとは試合中に魚を揃えるっていうその達成感、うん、これはやっぱすごく大事で、うん、あの目標になるじゃないですか。バス3匹釣れるけどもう当たりがない、はい、諦めちゃう前にギル釣っとこうかって、はい、それだけでもニヤニヤできません、はい、そういう感覚を持ってもらいたいんですよ、はい、釣りに来てるからね。釣れなかった結果が良くなかったから1位も0もあの2位も0も一緒だよっていう人も中にはいるかもしれない。でもその1位が全てだっていう考え方は僕はトーナメントには持ってないんですよ実は。うん、1位を目指してるんですけど、うん、1位が全てではない、うん、1位を目指しても2位だったり5位だったり、はい、それが自分で誇り持って胸張って何位だったって思うことが大事かなと。例えば年間大事ですよね。でも年間取れなかったから僕の人生や僕の釣りが全て否定されるわけではないと思うんですよ。例えばその100人出てる試合でですよ、うん、100人出てるアマチュアの大会で普通に出て田中さんが15番だった、はい、なんだよ何も賞品もらえねえよ。いやいやそんなことないですよ。下に85人も下にいるわけですよ。85人の方よりは上にランキングしたんだからそんなこと言っちゃダメですよと思うんですよ。その日の釣りの中で自分の釣りがどんぐらいだったかっていうのを推し量るの本当楽しいですよね。そうですね。だから、うん、答え合わせがあるっていうのは1番になるってことは2番や3番がいるから1番になるわけじゃないですか、うん、ってことは2番や3番にリスペクトするってことは自分が10番でもその順位をリスペクトできなければ、うん、自分がね、やっぱり1番2番だったら誰もお前なんか認めねえよって言っちゃう話になっちゃうから、僕はそうやってギル1匹でも釣ってきて何位かになるかそれがすごくやっぱり大事かなと思ってそう設定してます。ただ小森さん、はい、俺小森カップ頑張ってますけど、はいはい、小森カップの設定の時、はい、マジギル釣れないですあれあれ超むずいですあの時期ほらね、ギルも出来上がっちゃってもうギルも仕上がっちゃってよしギルであと2本リミットメイクだっていつも思うんですけど、あの時期の亀山のギルって難しいでしょ。どこ行っちゃったんだろうってくらい釣れる。であまりの難しさに僕の知ってる人は、はい、朝一にギルリミットで7本取りに行きましたからねでもそうですね、バスとかもあの時期本当それでしかもギルだけで7位から上がってましたからね1回いやそれまあそれが面白いんですか。それでいいんですよ。それもネタにまた酒が飲めるじゃないですか。そしたら一日釣りに行ったっていうことはやっぱり自分の思い出に残るから、まあまあまあ、そういう時間を演出したいんです。いつも楽しませていただいて。亀山ダムで一番強いゲットを探そうとか、ね、物を売るためにトーナメントをやりましたとか全然考えてることはないですから。だから参加費だって安いし参加費以上の商品を持って帰ってもらってとんでもない商品も買ってこれ言うか
っしゃ、ギルだギル。田中さんが難しいと言ったブルーギル釣れました。じゃん、あ、バスだ。これ逆に怒られちゃうよ、こんなの。最初じゃないですか。はい、こんなちっちゃいバスを釣ってるって言われちゃうでしょ、また。ちょっと。ちっちゃいワームを使うからちっちゃいバスが釣れるんだって言われちゃうでしょ。ヤマミミズ2匹目だったのに。違う、今のは。ちょっと。今のは。今、高速リリースされた。今のは違う。何かの間違いだ。覚えてない。ちっちゃいバスなんか全部覚えてない。いや、一匹は一匹なんで、あの、釣り工 TV はあのキーパーサイズないんで、お願いします、ほんと。じゃ今のはちっちゃすぎでしょ。そうですね。今のはもう乗っかってくるんでしょ。うん。はい、出すと、またちっちゃい山を使ってちっちゃいバスをいじめてるっていう、叩かれますよ、釣り工が。いやいや、いや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 、全然そんなことないですって。釣り工さんに言われてたんですかね、今、釣れて。そうそうです、そうです。ほんと、俺、もう一匹は一匹なんで、釣り工 TV は。ちっちゃいバス大好きなんで俺、ああいうのを丁寧になんていうか釣っていくっていうのもそれはそれでちっちゃすぎでしょ。でまあ今のはそうでした。25センチだったらそれでもいいですけど、ちょっと見たことないサイズでしたね。今のは僕はカメラで見たことないサイズです。なかなかルアーを送ってくるサイズじゃないですよ。若干びっくりしましたけど、見事です。水より細かったもん。はい、としなきゃダメなのかな。あっちゃ、ちっちゃいよ。いやでもパターンですね。じゃーん。確定したら食ってました。これももうスポーニングに関係のない魚です。卵を見たくてもまだ相手が見つからないサイズです。ミミズ3匹目ですか。ミミズ3匹目ですね。順調ですね。順調だろこれ。1匹目だけじゃん、順調だろ。暖かくなってチビが口つがい出した感じですよね。ちょっと暖かくなりましたもんね。僕も寒い寒い寒いって言わなくなったじゃないですか、はい、まだ寒い寒いぐらいじゃないですか、はい、ちょっと暖かくなってきたんで、うん、花粉も飛んできたし、うん、まあチビも食い出したかな、はい、そろそろでかいのが動いてくれるかなと思うんだけど、チビはすごくそういうのに過敏に動くんですよ、はい、でかいのは気候の変動に緩やかに動きますよね、はい、これはもうしょうがないですよ。だから、でかいのがまだ動くのはちょっとかかるかなと思ってます。うん、いや、ちょっとね、やっぱ寒いのかな、これ。はい、カバーサイズ全然いないですよね。そうですね。で、鯉が結構浅いんですよ、うん、いるのが。あ、浅いって見て。ちょっと離れてるんですよ。はい、で、鯉の1個手前なんですよ、バスは。あ、だからちょっとやっぱり、季節の進行が止まったな、この冷え込みっていうのは。そういうのを無視してふわふわ動いてる、あの先から釣れてる小バスたちはなんかパターンみたいな感じで、いやあれは上がってきてるんですよ、うん、立って上に乗っかった、水温が今上がってきてるから、はい、それに合わせて下がってるところから上がってるっていう、要はプリスポンの動きをしてるんですよ、小バスは。へー。なんですけど、まあ、それもまとまって釣れてるわけでもないし、うん、まあちょっとまあ来てするの僕には魚を釣るのが精一杯かな。まあでももう なんとなくポロポロって、3匹。そう。で、朝曇ってた時はもうちょっと巻いて釣っていこうかなと思ったんですけど、もう空を見ての通り。クマなくなっちゃいましたね。なくなっちゃいました。カメヤマってこう顕著なんですよね。海鮮の時に巻いて釣ったことほとんどないですよね。あります？ないですね。ないでしょう。まあ夕間詰めのよっぽど、あの最後の最後とか。まあそうですよね、まあ、朝まずめの朝開けた瞬間以上みたいな。それは表層とかですよね、はい、その要はクランクベイトとかビッグベイトとかスピナーベイトとかそういったのをこのピーカンで釣ったことで僕ほとんど記憶がない、うん、投げないっていうのもありますけど、カメはすごく顕著。それ原因というか、なんかその湖ごとの癖みたいなのあると思うんですけど、はい、なんでそうなるみたいなのとかってあるんですか？単純に物が多いから物に依存して動いてるんですよ、魚が、はい、で曇ったりすると物に依存する必要性がなくなる、ローライトになるから、はい、どこにいても隠れがちじゃないですか、はい、だからローライトにならないと要は物から離れない。うん、だから晴れてくるとやっぱカバーや立ち木を狙っていくっていうのが
逆説でセオリーだなってことが分かってくるっていう、そういうなんていうか出来事だと思ってます。だから他の湖はここまで顕著じゃない時もあります、うん、特に川系は全然関係がない、うんうんうん、あと超クリアな湖はあんまり関係がない時もある、はい、でもやっぱりハイライトではピーカンベタナギではまず出ないよねっていう感じですよね、うんうん、プレッシャーが低いのか、例えばこの近所だとトズラなんかは、はい、巻物でも結構相手してくれるなぁなんていうプレッシャーあるでしょうね。ピーカンベタナギでもなんか、お食っちゃったみたいな、普段から物に依存したくても、うん、魚たちが悠々と生きてるってことですよ。そういう癖があるから、はい、やっぱこの房総の狭い範囲でも高滝、三島、豊房、亀山、片倉、全部性格違います、ね、トズラも沈み物いっぱいありますけど、うん、でもやっぱ亀山の方が圧倒的に沈んでるもの多いじゃないですか、うんうんうん、だからあとはバスの数の問題でしょうね、うん、トズラは多分バスの数がいっぱいぐらい増やしているから、うん、まあカバーに突き切ってないんでしょうっていうところです。亀山はやっぱそれなりに数もまあ叩かれてるし、はい、で物は多分亀山がずば抜けて多いですよ。立ち木とかトズラも多いけど、どうでしょう、亀山の方が多いですよね、うん、ショアサイドにトズラ何もないじゃないですか。ないですね。亀山はショアサイドにものすごいじゃないですか。まあここなんかあの昔の道路の基礎が入ってたりとか、はい、まあその辺はオープンに近いですけど、もっともっと枝とか、うん、ああそういうものですね、はいはい、もうそのあまあ多いですね。ジグレットが引っかかるようなところは明らかに亀山が一番多いですよね。多いですね。まあ三島も大概ですけどね、うん、でも三島もピーカンでクランクとか釣れます？釣れないですよね。そうっすね。まあミノーやシャットはあるかもしれないですけど、この天候だとやっぱりワームの釣りに依存するですよね。それか表層ですよね、やっても。はい、だまあ合ってると思いますよ、その考え方で。やっぱカバーが多いところはやっぱりカバーに魚が取られちゃってるから、うん、基本カバーから魚が出てきにくい、はい、ピーカンだと、はい、まあ、こうやってライトリグもオープン的なところをやってるけど、この中でも下に沈んでるものはありますからね、はい、それをほぐしながらやっていく。大概あの秋の子守カップにリミットメイクするときに使ってるポイントです、はい、ここはでもちょっと浅いですよ今、うん、いやもうちょっとあっちですけどね、はい、あっちで取ってたまにこっちでそこを岬ちょっと張り出して、この近畿とコンクリートのブロックになるかガーッと落ちてるじゃないですか、硬、はいはい、いのが、はいはいはい、あれコンクリートですよね、はい、あの辺は確かに秋、小森カップの頃結構イージーに魚が釣れますね、はい、ただあっちの大砲で数が出てこっちでかいかなと思ったらこっちもサイズは大してでかくないって、はい、さっきの大会の話じゃないですけど、はい、俺が小森カップ出らした初期の頃、小森さんガチでやってくれるじゃないですか、はい、あれだけですごい幸せでしたもん。今もガチでやってますよ。いやいや、あの、と、あの、まあ、大会っていう。そう、まあ、練習に入らなくなりましたよね。うん、前は1週間ぐらい前から来てましたもんね。あれで、あの小森さんと、こんなガチで、しのぎを削れるんだなんて、あんな楽しい瞬間は、なかなかないよなと思って。その頃は毎年僕ちゃんとお立ちに立ってたんですけどね。でも、ずっと強くないですか、小森さん。いや、最近そうでもない。去年は角田さんと一緒に乗って、おととしか2位でしょ、うんうん、その前がね7位、その前が13位で、うん、その前まではほぼ落としたいです、うん、1回だけ途中で、うん、もうすっごい付きまとわれて人に、はい、その付きまとわれとかしかも餌釣りで、うん、親子で、うん、文句も言えなくて、うん、船当たるとこまで寄ってきて、すごいですね、横で餌で釣るんですよ。でも本当嫌になっちゃって途中で嫌になって帰ったことがあったんですよ。すごいっすね。はい、それが1回あって、その時は減量してないです、うん、もうちょっと嫌になっちゃった本当に釣りするのは。なんかさっきそっちの筋にあの小森カップ初代チャンピオンみたいな人、2回目のチャンピオンさんの人、うん、いましたよ、ね、だからハブはトーナメントでも1回成功してるんですよ、うん、強かったですよ、ね、強かったです。なんか考え方がそこからね、あいつ結構横島のやつなんで、また使えないこと言いやばない。今いい流れでこう振ってたのに、余計なことを考えちゃうんですよ。大事なとこ、小森さんまた分かる、分かるでしょ。大丈夫です。いや僕ほど半分愛してる人間いません。分かります。
小梅さん、はい、ちょっとにぎやかしで俺もなんか釣りしてもいいですか。いいですけど釣れないですよこの湖、はい、そういえば俺魚最近釣ってないんで、じゃあもう君はこれだ、タヌキね、タヌキの瞬間これ一番ないって言ってたやんか。ライトギャルに変えちゃいたいんだけど、うん、めんどくさいっていう。いやそんなことないですよ、もうだいぶあったかい、だいぶあったかくなったから。これズル引きますよ俺。もうそのズル引きがね、はい、やってたんですけど、はい、なんかズル引き体質じゃないから、はい、もうあんまりこう人生をズル引かないタイプなんですよね、はい、大丈夫、ここ俺一番得意なポイント、我慢できます。バックシートといくらでも我慢できるんですよ、どんな釣りでも、うん、前に立ってると、はい、我慢できないんですよ、はい、分かりますよね。分かります。最近牛久通ってたんですごい感じます。とにかく今僕は思ってること言うと、はい、思ってることばっかり口に出してるってダメな大人なんですけどそれを取りに来てるんでこっちは大丈夫です。もうお腹空いたいわ、とにかく。いや、とりあえずその中の何か食べてください、小梅さん。そろそろ食ってもいいですかね。速やかに。もうお腹空いた。今日ラストまでできないんで、ちゃんとお腹空いたと思ったら。もうなんか、そこそこちゃんとした魚ってたから、もういいかな。50がないとちょっと。いないもんだって、釣れないっすよ。しないっすよ、ちょっと。こんな冷え込んじゃったらなかなか難しいですよ。亀山来てなかったですけど、はい、なんか SNS 開くと、59、60、だって15センチ、20センチって書くやついないでしょ。60って出てて同じだけ書いてとしたら絶対20センチの方が多いと思う。ここはもう一つトップトーナメンターの小森さんに50はこうやって積んだよっていうのを見せてもらおうと思って。ハイウェイト出そうと思ったら1回ゼロで終わんなきゃダメなんですよ。明日ですね、明後日ですね、明後日だ、明日ゼロで、うん、明後日郡山にいますよ。あのイベントでまた。そうです。あれどういうイベントなんですか。あれはあのエンジンさんと一緒に、エンジンさんの主催で、あの針とか竿とか、あれ行けばあのコンクルージョンのプロトの竿とかも多少触る持ってくつもりでいますよ、車で行くんで。いいですね。あれはスペルバウンドコア、あれは間違いなくスペルバウンドコアだな。スペルバウンドコアですよ。あれアブさん、ブラックバスいますか。え、ブラックバスいますか。なんすか。バスいる。バスそこにいましたよ。でかかった。50ぐらい。お、釣りに行こう。1本40センチぐらいの釣りだけだよ。何やってたんすか。ネコリグ。山ミミズ。山ミミズ。もうちょっとお腹空いて帰りたいって言い出してるんで、そろそろ。寒いっすよ。もうそろそろ。寒すぎる。今日寒い。全然釣れないね。あんまり釣れないでしょ。釣れる。1本1本。ああ。食わない。いや、いないっすよ、そんなに。まあ、いないよ、うん、いないどころか濁ってたよ、本庫なんて。ここがやっと…綺麗になったの。あ、なったの。全然綺麗だよ。この辺がかろうじて見えるぐらいじゃない。どうやったら釣れるの、これ。何メートルぐらいやったらいい。シャロー食わなくなりましたね。シャットとか1週間前すげえ釣れたんですよね。へぇ、いいな。あと、ブレイクのところのネコリグ超釣れたんですけど食わなくなりました。アフター結構いますもん。もうアフターなんですね。シェードのシャド、あの一昨日も俺アフター越しです。シャットはさっき朝15分やってもうやめようと思った。ああ絶対釣れないですよ。最近牛久しか行ってないからもう何やっていいか。牛久でかいの釣れてんじゃない。え、一匹も俺2年ぐらい一匹も釣れない。後ろから松本さんだったらもう釣れてますよってずっとプレッシャーかけられて。そんなこと一回も言ってないじゃないですか。何言ってんすか。これだ。てかその帽子トノ君も被ってますよね。あ、これ釣りじゃん。これあの防水なんですよ。だから雨の生地すごい良くて、まあ、多分トモくんもらったからかも。うん、あと寒い時に通気性がないからあったかいんですよ。あ、なるほどね。防寒防止。激そうっすね。そうだから真夏はダメですよ。真夏は良くない。まあ、コンクルージョンこれで作ってください。剥げるから嫌だ。じゃあ剥げるのはちょっと嫌ですよ ね。お願いしますよ。ちょっと難しいねこれね。もうダメだ、寒くて全然最初釣りになかった。いや、もう最初震えてましたもん、二人で。なんかおかしいよ、これ帰ろうってずっと言ってたの。これ、ジョタン買ってません。買ったよ。それ、ガーミンですか。違う、ローランスのライブスコップ。ああ。これ12でも見えるのか、後でやってみなきゃいけないけど。うん、本体でいくらですか、ジョタンで。19万。19万、うん、トランスデューサーが27万。ああ、
それだったら別に全然買っていいの。うん、こんな感じ。見えてる？見えてます。ガーミンって遜色ないですよね。うん、ガーミンよりもちろん見えてる。いや、幅が狭い。やっぱそうなんですね、うん、エンジンのスペルバンドコアと遭遇しました。はい、58つったんだ。そうね、見えてるんじゃない。まあ僕見てないですからね、今日。てか寒かったんで、これからですよ、うん、これから。はい、まあちょっとサイトをしようっていうのはまだまだこれからなので。うん、それはなんなんですか、その、あのでかいのってのは。メス。うん、メスですよ。スポーニングに絡んでる魚が、うん、アフターなのかポストなのか分かんないけど、はい、まあプリなのかも分かんないけど、はい、とりあえず上がってきて、まあネスト近くのカバーにつくんですよね。はい、あるいは1個手前下がるんだけど、はい、こんだけカバーがあるとカバー周りにつくのも、ちょこういうのね。あ、はいはいはい、見えます。そういうのを切っていってるんですよね。まあ、僕はなかなかそういうのを狙わないんで、うん、まあ見えてる魚を釣れっていうなったらそれを頑張ろうかなと思うタックルは持ってきてるけど、はい、基本水の中は見えない前提で釣りをしてるんで、うん、まあ難しいですよね。いやー、でも山辺水パターンあまり出してますかね。あったかくもっとずれてたっていうのは悔しいね。寒くなったら本当に何もかもマイナスですね。でもだいぶスタートから比べるとなんかまだ全然若干足の振れが残ってるんで、はい、もうちょい、もうちょいですね。これは多分ラーメンでも食べに行かないと治んないですね。どこ行きますか。この辺に美味しいラーメン屋さんがあるならばどこにでも行きますよ。ないでしょ。ああいうのなんかクラクラ巨大な竹に泳いでんのってタヌキ投げてたのたまに。おっ、ごめんなさい。ね、あの猫パターン。猫パターンでしょ。タヌキやってないでしょうね。じゃあなんで俺タヌキに気がするんですか。いやいや、釣りしてる場合じゃないよ。先生、しっかり撮影してくださいっていう意味です。先生、釣れると思います？そんな重たいのをゴロゴロ転がしてて、あんなフラフラ泳いでるやつが。いや、どっか越してくださいよって言ったら小森さんが大声でこれはだって。付け替えていいですよ、違うの。いや、まあとりあえずこれタヌキ、あのタヌキ遊んでます。そこで奇跡を起こすのが釣り行じゃないですか。ですね、ですね。うん、はい、頑張ります。タヌキといえば釣り行、釣り行といえばタヌキ。はい、田中光一、あるためタヌキ光一。いや、そう、俺田中って名前なんで、なんか会社の人にも最近なんかイタリア人に、はい、タヌキさんですかってなんか言われて、いや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 、ぶっ通していいですよ、そのイタリア人。いや、もうじゃああなたはパスタさんですかって言いかしていいですよ。結構タヌキって言われるんですよね、最近。つか今バラしたらショックですね。まあまあでかかったし、なんか竿バットからしっかり曲がってたんだけど、また俺が余計な話しかけをしてたから。絶対そうですよ。今余計な感じがしましたね。今の外れますね。いや、俺が話しかけてたのだいぶ良くなかった。40はありそうでしたね。はい。いや、ちょっとじゃあ集中します。手遅れですよ、僕の集中力が切れちゃう。いや、ご飯食べたんで。寒くなって、日陰に入って寒くなってきた。タヌキないかな。まあ、ブレイク絡みの水深2メーター前後でネコリグやってるっていうのは確実に今日の一つのパターンではありますね。プ、はい、リのやつが釣れてますよね。はい、まあ、チビと来てるけど、あのチビもプリに絡んでる魚だから、はい、プリっていうのはスポーニングには絡んでないですよ、はい、プリの動きと同じところに絡んでる魚だから、はい、全然合ってると思うんですよ。あの深いところの立ち木で釣れたんだったらないですけどね、チビは。春先のポイントでチビが釣れてるってことは、はい、まあ上がってきてるっていうのは間違いないから、キーパーサイズは置いといて、今のが上がったとしてもあと今4バイトですからね。そうですね。だからこのブレイクサイド、多分これ暖かかったらもっと釣れるでしょうね。はい、ここはその上下しやすい駆け上がり絡みをイメージして。そうですね、あの要は水中のブレイク、はい、あのバンク、岸からそのまま連なってる斜面をバンクと呼んで、はい、岸からちょっと離れたところから落ちてるのはブレイクって今認識してるんですけど、はい、そのブレイクの方です。はい、まあ、岸がこう沖に向かってブレイクしてるか、はいは
まあ力を斜め切る坂道バンクなのかっていう問題なんですけどね、はい、まあどっちもブレークっちゃブレークだし、どっちもバンクっちゃバンクですけどね、はい、ここら辺なんか慣れてればよくわかりますけど、アクティブとかだと遠距離でそういうの掴みやすそうですね、はい、これ掴みますよ。今ねこのそのロードベッドが繋がってるじゃないですか、はい、ロードベッドの上にルアーが入ってることはちゃんと確認してますからね。本当はそっち投げたいんだけど、田中さんが投げてるから投げれなくて。大丈夫ですよ、沖の超浮いてますね。はい、大丈夫ですよ、小森さん。もう邪魔しないんで、本当に。本当このオープンなところよりも、はい、ちょっとそのシェードがまばらに絡んでるところの方が、はいはい、魚がウロウロしやすいから、はい。またクロスキャストマンが悪さをすると思うんで、もちろん言ってくださいね、そういう。そっち投げたいんだけどってのは、早めに。あ、でもタヌキ初めてスピニングで使うけど、なんか飛ぶでしょう。飛びますね、飛びタヌキ。うん、ノーシンカーでこの飛び、うん、これ圧倒的にローランスがいいな。うん、あのあれよりも、ガミよりも、これやばいな。4ボルトだからかな。すごい春になってから、うん、アクティブっていうワードをよく聞くんで。まあ春になってからスローではね、もう人生の末期ですよね。いや小森さんなんか持ってたから。行きたいなと思って、いろんな事情があってね、取り付けが遅くなっちゃったんですよ。はい、本川川の2日目ぐらいに聞いてたんですけど、うん、それセッティングを含めて、あの信頼できるところで買うと後が楽ですよね。ですね、まあ、あとはね、使い方とそれをどう調価につなげるかっていうことは僕は誰より詳しく知ってるんで、そういうところは聞いてもらった方がいいですよ。小森さんの場合はキープオンじゃなく、あ、違う、小森さんの場合はケース。僕ケースですね。ケースサポートプロですね。まあ、というか魚探の宣伝したいからサポートになったんですけど、決してあの別にケースにずっとしてもらってるわけではないですから、ね。はい、こういろんな事情と大人の事情で。はい、悔しいな、さっきの。さっきのあれ何センチぐらいですか。いや、今の手応えから言うと1匹目よりはるかに良かったですね。はいはい、泳いで行ったやつが40ちょいってぐらいあったじゃないですか、はい、あれかなと思ってますけどね。あ、はい、34、5ぐらいあったんじゃないですか、はい、で僕の知ってることはどこから語りましょうか。はい、使えます。あ、使えます。小森さん、せっかくこの春のタイミングなんで、はい、あのスポーニングってどういうものなんですかね。お、もうざっくりな質問で申し訳ない。ブラックバスのスポーニングです、はい、まあ、僕の知ってる、今まで見てきた中で知ってることだけをお話しますね、はい、僕は魚類学者でも何でもないんで、はい、その生態のことは詳しくは分からないんですけど、はい、まあ、見てる感じではやっぱりその日照時間と水温でこの2つがキーワードになってて、まああの産卵が始まるのはだいたい4月のまだ1週2週それぐらいだと思います。水温が、まあ朝の水温が13度から14度を超えて、まあ1週間以内に始まってるかなと思ってます。で、まああの深いところか浅いところか分かりませんけど、まあ寒さをしのぐようなところからバスが、まあ、浅いところに上がってくるんです、はい、で、はい、最初に産卵を始める場所っていうのは、はい、水深がまあボトムが見えるところから絶対に始まります、はい、ボトム見えないところからやってないと思ってます、はい、なぜならボトムが見えないと水温が上がらないから、はいはい、ボトムが見えるところっていうのはボトムに1回太陽が照らされて水を温めるから水温温まりやすいんですよ。だからボトムの見えるところから始まります、はい、で見えるか見えないかのところにバスが1回上がってきて、はい、見えるところにまあ行ってスポーニングが始めるんですよ、はい、でまず最初はメスが上がってきます、はい、メスが1回上がった後にカバーに入っちゃったり1回下がったりして、はい、まあ1回
隠れるんですよ。その後にオスが上がってきて、でオスがネストを作り始めるとメスがどっからともなく群れでやってきて、で群れでやってる、群れで何匹かで泳いでますね、2、3匹から4、5匹ぐらいで、でそれを抱え込むようにオスが追っかけて、自分のネストに引っ張り込んでいって、そこでこうグニャ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 ってなって、最後バッと産卵してペアリングして、しばらくしたらネストの中にこう呼び込んでいって、これもねいろいろあって、あの基本的な形はメスをバスオスがつついたりして呼び込んでいって、最後メスがこう横になってこうバーッとお腹の方をオスがつついたりして、バッてこう一瞬で受精してっていうのを、まあ見たことは何度もあるんですけど、そうじゃないのもいます。もう銃弾爆撃のようにメスが次々のネスを割っていくやつを見たことあるし、あれ卵産んでるんだろうな、これどん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 で産んでいってるんだろうなみたいなのを見たことあるし、ペアリングしないでいきなり交尾するやつもいます。交尾というかいきなり、まあ、交尾じゃないんですけど、いきなりボンとその2匹入ってシャッとどっか行っちゃうやつもいます。今日は呼び込まないタイプいるし、いろんなタイプ、オスもいろんなやつがいますね。でも基本的には今見たみたいに2匹でこう絡みつくような泳ぎをして、でよく2匹でいればもんどり打ってやるとかみんな言うんだけど、本当にこうね2匹でね、縦になったり横になったりもうすごい絡み合って泳いでます、ペアリングのやつは。まあ、明らかにペアリングって分かります。でまあその後卵を産むと、基本的にはオスが卵を守ります。これ何らかの理由でオスが卵を産んだ瞬間にどっか行っちゃうと、しばらくメスが守ってる時もあります、はいはい、これは実際目撃したことあります、はい、なんでメスがネストに入ってんだろう、ずっとあいついるなルアーに入れると、はい、ピューとか言ってまたメスが戻ってくるんですよね、はい、っていうのを見たことあります、はい、で卵がないのかなと思ったら、はい、他の魚が卵を食べに来てるから卵があるんですよね、はい、っていうのも見たことがあります、はい、だから基本的にはと言っておきます、うん、基本的にはオスが、うん、卵を守ります、うん、で稚魚が今度帰ってくると、オスはその稚魚をしばらくは守ってるんですけど、はい、ネストの近辺で、はい、まあ、風とかで流れていくと面倒くさくなってくるんでしょうね、はい、途中で離れていっちゃいます、はい、で吹き溜まりになると稚魚がどんどん溜まってきて、はい、でっかい稚魚ボールになるんですよ、はい、いろんなネストの稚魚が多分溜まっちゃうと思うんですよね、はい、でそれを多分自分のオスじゃないオスが食べたりとか、はい、そうやって間引きが始まりますね、はい、でそうなるともうメスは完全にそういうスポーニングとは関係ないところに行っちゃいます、はい、ただそれも季節の流れで一気に起こるんじゃなしに、個体によってダラダラと、亀山湖だと4月の第1週2週から6月の第1週ぐらいまでダラダラと起こるんで、いろんなステージの魚が湖にはいると思ってます。これがスポーニングの流れですね、はい、恋の季節になりましたね。なんか今日上ずって、ね、今日も粉砕してしまえ、恋なんて野球の話ですよ、まだ今年のタイガースは強いわ。いや、小森さんちょいちょい話しかけていいのかなって出してくれるんで、俺今静かにしてるんですよ。静かにしなくていいですよ。静かにしなくていいけど、でもそれなんか小森さんすごい怒られるんですよ。急に変えるのと、うん、僕も言うまで急に変えるんで、うん、でも僕は自分の言いたいことはちゃんと完結させて終わりたいんですよ、話としてね、はいはいはい、完結しない段階で他のところに行っちゃうのは嫌なんですよ、はい、それと、はい、あとは、はい、それで山田の木を投げられなければいいです。だってこれ山田の木、小森さんがリクってたやつを、はい、これでやってって渡したんじゃないいや、今はダメです。今はダメです。ここはどこだと思ってるんですか。いや、小森さんがヒット出たあたりからなんか一気に。もう亀山なんですよ。あ、皆さん、それカメラを撮って撮ったり撮ったりしちゃダメですよ。はい、それで逃げますから、ね、はっきり言ってどうして今立って座りました今え、ちょっとカメラマンとしてどうなんですか今の。もう立つなら立って座るなら座ってくださいよねえ。そんな立って座ったら逃げるでしょ絶対。静かにしてます。今の最悪。シュッて逃げましたよ。やばいやばいやばい、座った瞬間に。やばいやばいやばい。この体勢でキープします。今のはちょっと分かりましたよね、ご自分で。いや、もう本当ご迷惑でしたけど、おかげでこんな遠いところからこんな遠いところにかけなきゃいけなくなっちゃったじゃないですか。かけても取れる気しませんよ、あんな上の枝。いや、俺入りますよ。獲物がでかいですよ。もういないかもしれないし、立って座った人がいるから。いや、重罪だな今の。
上の枝が濃すぎるな、なかなか取れないよね。あの奥の枝一枚にしたかったんだよ。サイトに全部切り替えた方がいいかな、この先は。そうですね。じゃあちょっとリグリ直さないとダメですよ、いろいろ。はい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 。見えてき出してますもんね。まあでも、基本嫌だったんだけどね。まあでも、猫リグで、その3本はポンポンポンって釣ってるのが。ちっちゃい。ちっちゃすぎる、それは。見ないわ、田中さん。さっきのやっぱ、アップダウンで消えたな。しかも座った瞬間に俺屁こきましたからね、匂いの効果も出てる。匂いの効果はあったんだろうな。くさ、完全にダメでしたね、さっきのね。一匹でワイフ取れたらもう帰るから今日。まあでもそういう時期っすよね。そういう時期なんですよ、もうそれは。もうハブさん58あげたんだともう帰っていいっすもん。早く帰る、あいつも置いてくさい、邪魔すんじゃないやと。全部取られちゃいますよ。もう目がね、なんで多分ね、目が見えないですよ、僕。はい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 、もうそれが一番の欠点かな。ドーピングしないと。ダメにドーピングしてる。おー、来たー来たー、よっしゃ、これは60アップチャンスが来ました。ちょっとだけ見えるようになったぜ。ちょっとだった。こんなとこにおにぎりが入ってた。そういうのが見えるようになってきた。トルティーヤじゃお腹いっぱいにならないですね、あんなね、野菜とさ、皮と野菜だけでは。肉と油だよ、肉と油、肉と油と米食わせる、あと塩と。うわー、もうなんか小森さんのその一連の聞いてから全部鯉がデカバスに見えちゃってダメですね。カモン、カモン。もう俺の目が完全に節穴かしてるん。あー、金うるせえ、これもう11時半さあ、11時半。もうどんどん時間がなくなってるね。いや、短いっすね。一日はね。すごいな。やる気や、やる気。すごいな。そうやって、あ、見えたっつって、ああいうでかいのってのが釣られてるんだなっていうの。そうなんだけどね。いや、そう、もう知らなきゃ、本当知らなきゃ、これだって知らないことみんな知らないと思います。SNS だけ見るとなんか今日58が上がったとか。でもね、これあくまでも言っときますよ、はい。バスを見るっていうのはあくまでも自然の中身を知るっていう行為としては、はい、僕は別に見ていくべきだと思うんですよ。はい、だって見えてるバスだけを狙うっていうのはバス釣りとしては僕は好きではない。うん、これは断言する。うん、もうあのサイトフィッシングは。あくまでも手法であって、はい、でもサイトを否定すると同じぐらいビッグベッドだけ投げるのもライトリムだけ投げるのも、うん、やっぱり全体としては僕はちょっと違うかなと思う、はい、これは合ってるかどうかはどうでもいい、僕はそう思う、うん、トータルでのこの、ね、そう構築やっぱり日々釣りをやっぱりね、なんていうのか、うん、こう釣りを極めていきたいと思う気持ち、トーナメントを極めていきたいという気持ちが僕のモチベーションであり、うん、僕の活動内容じゃないですか、ね、これをトータルして考えた上で、うん、スキルアップにならないことをやっててもしょうがないんじゃない。だから手段として今日はサイトで釣らなきゃ勝てないとか言うなら分かるけど、うん、プライベートの日とかにプラクティスとかの時にそれしかやらないなっていうのは全く思って自分の成長を止めてるとしか思えないんで、うん、あんまりこう積極的にサイトをやりたいっていうのはないんですよ、うんうん、これをなんて言ったらいいんだろうな、難しいけど、サイトフィッチングを否定してるわけではない。僕はこれだけやるっていうのは、いやだからバスフィッチングイコールサイトとか、うん、トーナメントイコールサイトっていう考え方はない、うん、もっと言ったらトーナメントイコールライトリグっていうのも結果論であってない、うんでもっと言ったらビッグベッドイコールでかい魚っていうのもない、うん、ライトリングイコールバスがちっちゃいっていうのもない、はい、もう全部そんなそういうのを取っ払ってルアーフィッシングの中にバスフィッシングっていうのがあってブラックバスっていう釣る方法でルアーを選んでいくっていうそれだけの行為だと思ってるんで、
コンクルージョンのメンバーの山崎くんというのがいるんですけど、はい、彼がこの間ツイッターに書いてて、はい、トップブローのトップ50人で友達になんでそんなに金払って、はい、トップ50やってんのって大変でしょって聞いたら、この彼が答えたセリフは、いや年間たった50万や60万であんだけ釣りのスキルが上がるんだったら授業料だと思ったら安いもんだって言ったんですよね。でも確かにトップ50にしてもが出ると、まあ、出るだけだったら今60万ぐらいかな、はい、まあトレード合わせたら100万150万ぐらいかかるとしてもさ、ガイド50回受けると思ったら、はい、それぐらいのスキルアップはできるわけですよね。それは言ってることは正しいよな。あのトップ50に出続けるっていうのはそれぐらいの価値があるんだろうな、はい、学べることは僕が今この僕でも未だにいっぱいあるんだから、そういう意味ではすごいことを言ってる人がいるなと思って聞いたけど、まあそうやって日々釣りを勉強だ試合を勉強だと思ってやってるから、これで勝てるっていうのはその時のその場にしか過ぎないでしょ、はい、まあ今一生懸命話してるのは斉藤をやらない、やんなきゃいけない時期に斉藤じゃないところ入っていこうとしたことの理由付けなんだ、はい、だけど見えてきたらやっぱり見た方がいいでしょうね、うん、じゃあ見ていくかこうやって、つかんねえな、見ていく時間ってさ、はい、本当つかんないじゃないですか、お金持たないで買い物行くみたいなもんですよ。それを後ろでこうやって撮ってるの一番退屈ですからね。そういうの自分で選んだ道じゃないですか。でも放送しないってなったら釣りしていいですよ。高野さんが60かけるの見たいんで後ろに越してます。それはもう田中さん自分で選んだ道っていいです。それはもうもう立つことすら俺は許されてないんで。当たり前でしょ、さっき立って逃げてったじゃないですか。カメラマンとしてアルバギ時期行為ですよ。これ試合のカメラだったらもうここで絶対ですよ。いや危ない危ない危ない、エンジョイ亀山なんでお願いします。亀山の楽しさを伝えていくコンテンツなんで、ああお願いします。そこはいやもう2匹釣ったからいいんじゃない。見逃し3匹釣ってます。3匹1匹はハズに入ってない。いやいや、まあキーパーではなかったですけど、逃げられたやつが悔しいですね。そうですね、今形が整ってましたね。はい、あと1本でかいのサイトで釣ればなんか本日終了か本末転倒か分かんないけど完了しましたね。もう行っていかなきゃいけないのかっていうのもしんどいな。亀山60に限りなく近づいてるけど、見えればね、あれバスただにちらつかせるのだけはやめてください。小森さんの竿に引っかからないようにちょっと端っこに避けとこうとしただけですね。で釣りをしたかったらタヌキのドラッキングダッシュしてでもいいですよ、後ろに投げて。まあまあまあ、まあ、どれ流せそうなとこだったりしますけど。じゃあ僕見つけるから田中さん釣ります。いやーまず小森さんにバシッと見つけれれば、ね、今日のお題54オーバー無理いれば、うん、今遭遇1、今のはどんぐらいでした。60ぐらい。そんなのがいる、見えるんですか。はい、よかったな。いない、次行こう、次行くぜ。はい、小森さん あの大会の時 の行くぜってのが気合入ってます。書くでしょ、 FNS あれいいでしょ、あれいいです。ああ始まったって感じ。32、うん、ほとんどないですよ。じゃあ小森さん俺より全然ペイペイじゃないですか。あすいません、長先輩おかしいですよ、ね、すいません。そんなやめてくださいよ。でも人生は年齢で語れないと思ってるんで、はい、すいません、あの人間のランクっていうのがあってね、はい、まだ32なんですね。まだ32歳なんですけど、俺もう40超えたんで、じゃあ小森さんより大変ってことで、ランクはもうちょっと上なんですよ、ね、あの年齢がそんなもんで、うん、ランクはもうちょっと高いんで。いやあ小森さんまだ日本一3回だからな、今年4回目いけますかね。いけないでしょ。なんで根が小森さんにまたなってきてるんですけど、ね、やめてください。そんな簡単にいけてるわけないんですよ。いけると思ってていくもんじゃないんです。あれだ、取るぞっていう気持ちでいくもんなんですよ。メダルが勝ち取れって言ったじゃないですか。今年は、はい、どうでしょうか。勝ち取るしかないでしょうね、はい、
欲しいと思ってても転がってこないんですよ、タイトルなんて。もう取りにかかんないと。だずっと前に僕言ったと思うんですけど、年間タイトルを狙える位置に来たから頑張りますって言ってるやつにタイトルだけ取れるわけないんですよ。ああ、聞いたことあります、ね。はい。それをセリフを聞いた瞬間、もう弱えなこいつって思っちゃうんですよね。はいはいはい。勝てると思ってるから戦うんですし、勝てる喧嘩になるように自分で仕向けるわけじゃないですか。そうですね。取れますかって言ったら取れるように仕向けるしかないじゃないですか。取るつもりでいますかって言われたら、それは取るつもりで利益終わってますよ。そこだけは履き違えてないですよ。1年間ちゃんと計画をして、この試合はこの順位、この試合はこの順位っていうのをちゃんと設定してるんですけど、はい、女はもまあ悪くて15番と思ってたからね、貯金が12できたんですよ、はい、僕の中で、はいはいはい、その貯金の12を生かすためには、はい、やっぱり次も貯金で返さなきゃダメなわけで、はい、と矢坂は最低8番以内と思ってるんですよ、はい、霞ヶ浦も同じぐらい、はい、だからずっと8番でいけば年間取れるから、はい、全部8番以内っていう計算をしていく中で貯金をいくつできたかで最後の勝負が決まるなっていう、はい、そこは時の運ですよ。僕が全部8番でいて年間成績を取れる総合点得点を取っても、はい、1のやつが全部3番だったら負けですから、まあ、だから北に負けた時あったじゃないですか、はい、あの時そうだったんですよ、うん、僕の返金年齢過去最高だったら北がその上行ったんだから、はい、それは勝てないわ、うん、青木の2回目の時もそうです、あれも結構すごい点数取ったのに青木が15点高かったんですよ、はい、最終戦まで、はい、ちなみに青木で2回取ってる、3回取ってる人、2回とも2回は僕2位ですからね、はい、まあ、乗ってるやつには勝てないじゃない、青木は最後2回連続でしたしか、まあ、今日はですね、この12ヶ月毎月亀山とびとびの1ヶ月ぶりで、しかも完全に頭の中が音楽川と川口から出来上がってる状態で来たんですけど、まあ、ようやくちょっと感じが分かってきました。いろんな話はあると思いますけど、こっち方面に関してはスポーニングがおそらくまだほぼ始まってないです。はあ、ひょっとしたらやってるかもしれないですけど、現時点では確認できてません、はい、っていうのは見てじゃなしに雰囲気で、はい、で、それと、まあ、でかいバスはおそらくそういう状態なんで、やっぱクリークとかバンドとかそういったところの近くでしか見えないかなと思います。なのでサイドするんだったらそういうところに入ってきます。今もそこ行こうと思ったけど、ちょうどもう人が刺しちゃったんで、ちょっと場所変えます、はい、で、おそらく岬周りでライトルグやってればこれからの時間数は出てきます。はい、ネコリグとか、いや本当はね、スプリットストーやライトキャラの方がいいんですけど、はい、まあ猫でも釣れる時期になってきてるんで、もう気にしなくて猫でもいいかなとは思ってます。早い時期だとね、完全にやっぱりスプリットとかで釣り引いた方が食ったんですけど、はい、もう水の中が今活性が高くなってるんで、結構船自体動かして見に来てくれるから、はい、なので、まあ、そういう魚を拾いながら、はい、タイミングを見てサイトしていこうかなと思います。基準ね、うわー、逃げやがった。でかかったですか？わからない、今のはちっちゃかったかな。このブレイクネコリグは確実にありますね、今日ね。パターンですね。うん、だけどもうなんかいろんなサイズが混じってきてわかんないですね、うん、これやってるとサイトがおろそかになっちゃうしね、うん、こうやってどっちつかずになっていって崩壊していく。でも食いが浅いとこ見るとやっぱプリの魚ですよね。プーンって加えて走っていくんだけど、パッと吐く、パッて吐いちゃうんです。これがプリスポーンの時、あの春さ3月ぐらいと全く同じバイトです。あ、3月もやっぱりネコリグ置いとくパターンあるんですけど、はい、それはこの間釣れなかったけど、はい、結構あるんですよね、はい、5番の入り口にネコリグ置いとくっていうのは、はい、そのパターンと同じです。上がり口に置いといておくとストレート系のワームを加えて走っていってくれるんですよ。上がったり下がったりしてればスプリットショットとかキャロでいいんだけど、はい、でかくない、でかくない、小さい、これ食わないかな、食いそう、食いそう、食いそう、でかくないですよ。
秘密サイト。すごい。いよ40ぐらい、40ないな。綺麗な、綺麗な魚ですね。あ、ミミズサイト。すごい、ミミズすごいですね。まあ、あのサイトで使うにはこのミズバンは最強です。はい、あのこういうタイプのは、まあ、僕ずっとサイトで使ってきてるんで、はい、これも亀山で覚えた釣りですけど、はい、まあ、あの最強の食わせだと僕は思ってます。いただきました。いいっす、いいコンディションですね。まあ、亀山でこのサイズだったら嬉しい。ありがとう。バイバイ。今クルーズしてるのを出会い系というか見つけて静かに撮ろう。そうですね、まあこれ全然今釣った感じわかると思うんですけど、はい、スポーニングまだ関係がないというか、はい、メスだと思うんですけどね、はい、ブリの上がりたてだと思うんですよ。でウロロしてこれからシャローに入っていこうかなっていう感じで一回浮いてきたようなやつです。それをまあミミズで食わせました。まあ、食わせ方は簡単、進行方向に向かって投げて、で、まあ、ルアーを出したり隠したりしてやって、見せ、チラチラ見せしてやると、なんだろう、おミミズだ、パクってありましたね。ミミズだ、パクでしたね。はい、まあ、釣るのは、ああいうの見つけられれば簡単になってきますよね。ああいうのだったら、いくからでも釣れますよ、逆に見つければ。うん、ああいうクルーズ系は僕も、この世で一番得意としてる釣りなので。はい、だけどあのプリンのでっかいのとか浮いてるメスはちょっとなかなか僕は難しいですよね、はい、まず見つけられてないもん、はい、1回だけだもん遭遇したの、はい、しかも株がこねくり込ましたのですぐどっか行っちゃいましたからね。まあ狙ってるのは正直今ああいう魚たち、うん、上がってきた手の魚ブレイクで釣るっていう感じだから、はい、まあ、あのちっちゃいのも釣れちゃってますけど、うん、でかいのも混じりますよ、はい、これあくまでも言っておきますけど、今の食わせをブラインドでやるイメージで流していってって感じなんですけど、ちょっとそれをやるにはまだ数が冷え込みながら少ないなと思ってます、はいはい、これ冷え込まなかったら数は多分もっと無駄にいっぱい釣れてると思ってます。はい、ただ一つだけ亀山ダムはやっぱりでかいバスはもっととっと早くカバーのいいところに入っちゃうから、はい、でかいのはスーパードでかいのはやっぱり見て釣んないとダメかなと思ってますけどね。まあ、それも含めて見ながらやってはいるんだけど、はい、しかし山ミミズは、まあ、食わせるのはね優秀ですね、はい、まあ、テクニック的なことを言うと、はい、まあ、アクションとしては、はい、僕はこのワームがこうシンカーをベースにこう、はい、立ったり座ったりするぐらいの緩い波動を与えてるんですよ、はい、でワームがこうできればくねくねじゃなしにピンってこう立ってくれる、ストローみたいにピンって立ってくれるのをアクションとして作ろうとしている、ストローシェイクっていうのは自分で呼んでるんですけど、くねくねじゃなしにくねくねの中にフッてワームが立ち上がってる、はい、それぐらいの波動を与えてるんですよね。まあミミズがね水中をくねくねと移動してるのは僕は見たことがないです、はい、見たことないことはやっぱりいないと思うんです。見たことないから見に来る場合もバスってありますけど、基本的にはどっちがやりやすいかって言ったら当然泳がせる方がやりやすいじゃないですか、はい、でやりやすくて見たことないものっていうのはバス釣れやすいですよね。うん、そういう理由でできるだけナチュラルにやってやった方が、あたかもちょっと明るいところや水の中出てきちゃったから土の中に潜りたいって土をこうやって物色してるミミズのような、うん、そして土を見つけた瞬間土に入ろうとしてパッとこう体が持ち上がったりも気にしないっていうような状態を見せてる。まあそこまで考えてないと思いますけど魚たちは、僕の頭の中はそこまで考えてるかなと、まあ、これは結構簡単に口を使わされるテクニックなので、まあ、見える場所見えない場所、ただちょっと釣りが超スローだから、はい、まあ、基本的には見えてる場所でやることが僕は多いんですけど、はい、ここは絶対いるだろうっていう場所ではこのミミズで食わせるっていうのはちょっと頭の隅に置いといていいと思ってます。なかなかねこのテクニックもね今までは一切紹介してなかったじゃないですか、はい、だってワームがないんだもん。カルフォルニアロールがロールも同じでしたけどやっぱ全然波動が違うから、カルフォルニアロールはこういう釣りの中でもでかいのを選んでする釣り方なので、極めて釣れるワームですけど、ちっちゃいのはあれ口つかすとなかなかボリューム的に難しいじゃないですか、はい、35ぐらいだったってよく釣れましたけど、まあ、20何センチとか釣れないから、春のこのバイトが少ない時だとカルフォルニアロールでオープンな場所はやっぱり亀山なのでやってらんないんですよ、はいはい、カバーの中しか、はいはいはい、
いやこの魚レッグアームのダウンショットで釣れないのって言われたら、はい、釣れなくはないです、はいはい、ただあの微妙にこうルアーがはっきり見えちゃうからレッグアームのダウンショットはあったと、はい、結構ねでかいのは食うんですけどちっちゃいのはやっぱり嫌いますよね、うん、あのミミズじゃなきゃダメな時はあって、まあ、その辺はいろいろ使い分けながら見てもらえればいいんですけど、はい、自分で使って感じるしかないですよね。今日はミミズかなとか多くのミスキャストしたから食わないかも。キャストミスですね、あれね。サワーに触れなかったって、岸にルアー届かなかったんですよね。バスの目線より沖にルアー入れたらさすがにちょっと食わせづらいですよね、はい、ミミズがいきなり沖から出てくることないですからね、はい、なんか断続的にポロポロとは釣れてますからね。まあ、1日の中で何本釣ったかっていうんだったらもうカッツリはなんとなく分かってきたんでいいんですけど、はい、カッツリに走ってもいいですよ、うん、だって切らないでしょ、やばかったら逆に言ったら、うん、あのその年だったら、うん、で、ガンダムが死ぬってわけうん、ガンは別に今しないですよ。それ年ってからのガンは普通ですよ。ニキビ取るような感覚ですよ。ただ、肺がんじゃない、肺がんの方が心配しましたよ。そうですね。タバコ吸いなんで。タバコ吸いですからね。肺がんはちょっと本気に、なんて聞いて、肺がんですかって思ったぐらいですね。初めて禁煙してる姿を見ました。違うな。今日初めて網を知ってようかな。よいしょ。同じぐらいだな、40弱ぐらい。これでリミットメイクですね。これでリミットメイクですね。まあ、いいサイズ。1キロはないぐらいですよね。800とか750とかそれぐらいのサイズが今日は結構簡単に釣れるようになってきました。これミミズさんですか？ミミズさんですね。今ほら、ちょっとペアを観察したじゃないですか。はい、で、それって、まあ、観察してるだけじゃつまらないから、上がり口にルアー置いといたら勝手に持ってきましたね。はい、そうですね、こっちの、はい、すげー。いい魚でーす。ミミズでリミットメイク。ミミズでリミットメイク。まあ、この時期の大会だったらウエイト全然足りないですけどね。はい、まあ、でもまあ、悪くないですよ、これ。亀山ダムだったら僕このサイズ好きですよ。まあ、オスじゃないですよね。はい、ありがとう。お腹の出っ張り具合、これ卵ですよね、これ。ありがとう。まあ、綺麗なね、普段見ない魚ですよね。そうですね。あのサイズどこに隠れてたんだっていうぐらい今日ポロポロ出てきますね。このブッシュ周りに投げたんですよ、今。ほわ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 してたな。はい、急に走りました。ほぼ何もしてないですよ。はい、何にもない木の枝にちょっと絡めながら止めといたらピューッていってます。すごい、うん、まあ、ミミズをブラインドでブレークに投げてたら釣れるというのはもう確実です今日は。はい、ただでかいのを探すかなっていうところですかね、はい、この先は。まあ探したところで釣れるのかも含めて難しい話ですけど、はい、カズ釣りはもう大丈夫。はい、これね、今投げてるのは、はい、バタリオン、バイブレーション X バタリオンなんですけど、はい、これね、意外と出るんですよ、うん、これね、あのもうちょっと時期経ってからの方が出やすいんですけど、はい、このバタリオンは絶対1個必要ですよ。あのもっと1本はないですよ、はい、マイキーみたいな感じで投げてください、はい、普通にこうカバー周りとかシャローフラットとかブレイクとかをバーってバイブレーションなんでね、これ、はい、巻くだけでもう意外なほど釣れますよ。もう何匹か釣ってます。あとでかいのを、はい、やっぱりチェイスで逃したことが何回かあります、はい、巻きの釣りなんで食い切れなくてジャンプで外れちゃったっていうのが過去5回ぐらいこれやっぱありますね。よくこんなリールでこんなとこ打てますよね。やりますね。
小村さん、もしかして釣りうまいんすか。わかんないです。よくバックレスするから下手だと思ってました。そのカラー付きラインってのはやっぱりさっきちらっと聞きましたけど、はい、これはもう最高ですね。使いやすい。使いやすいの度を超えてますね。今まで舐めてましたね、僕は。糸がピッて動く瞬間とかは目視できる。あ、そんなの見てないです。何がいいの。あ、それ若干見てますけど、送り込んで何メートル送り込んだか分かります。あ、レンジ調整のために。だからブレイクとかがブラインドでここまで来て、あ、ここから下がブレイクなんだっていうのもシューってるわけが入ってから分かります。これはいいですよ。でもね、それをラインを見ないでやってたけど、はい、やっぱね、急激にこうやって僕視力が落ちたんで。カウントでやってましたよね、今回。そうです。もうカウントいらなくなったかなって。まあまあカウントもいるけど、深いところは目視で見えるからすごく分かりやすいです。こいつはね、これから来ますよ。まあもうカラーラインっていうのはサンラインが作ったのがね、もう20年以上、はい、15年以上前か、はい、僕がサンラインいた時だから16年前に、はい、17年前かに作ってましたよね、はい、マイクマーカーシステム。17年ぐらいかな、最初は青い糸で、はい、次はピンクになって、はい、まあ普段サンラインの、まあ、カラードラインはすごくピッチが細かくて、はい、まあ、キッキじゃないですか、はい、ないしは真紫ですよね、はい、このインディゲーターは1メートル大きなんですごく使いやすいです、うんうん。やっぱりある程度白い部分がないと、結ぶときにどうしても色のそばで結ぶと目立っちゃって釣りづらいんで、はい、僕はこれぐらい開いてないと嫌だったんですけど、これすごくいいです。あと色がすごく見やすい。はい、それラインシステムから。ラインシステムのインディゲーターっていうラインですね。さっき言った人はあれですよ、オーシャン九州フェリー、東急フェリーの、はいはい、フェリーの、フェリー会社の人みんなバスやるんですよ。九州の営業所の人もバスやるんで、行きも帰りも僕すごい丁寧に送り出されるんですよ、うんうんうん、頑張ってくださいって言って。あ、いいですね。行き15万ですけどね、交通費。え行きの交通費15万でしたけど、やっぱそんぐらいするんですね。コロナの関係で個室借りたんで、はい、しょうがないですね。やっぱりこの試合前に大部屋は無理でしょう。そうですね。とにかく第一戦はコロナにならないように出ることっていうのが目標だったから、はい、そういう意味では多分あの東急フェリーが一番安心だと僕は思ったんですよ、交通手段としては、はい、大阪からのフェリーって本数が多いからいろんな人乗るじゃないですか、うん、東急からのフェリーって本数が少ないから、うん、そんな人使わないんで、距離も長いし、はい、高いから。でもいつもフェリーですよ。快適な、快適、快適、もう最高。今東京フェリーずっと電波入りますからね、昔は入んなかったけど、はい、あのこれやってるわけでカバーはいませんよね。うん、なんかこんだけのいないですね、全然ね。ここら辺なんか有望そうなんですけどね。うん、全然ここっていうか、あの本流筋は全然ちょっと早いですよね、うん、見た感じ。やっぱワンドクリック系ですよね、はい、それが上流でしょうね、はい、いやでも人多いんだろうなと思うとちょっと行く気なくなるんですけど、もう一回笹川方面に戻るのが手かもしれないですよね。うん、50はないな。おお、ほほ。よし。ぶっとい。50はないな。おお、いいっすね。はい。取れましたね。今のはリーチで食わせました。はい、正直言います。あの別に隠すことないので。まあちょっともうねこの時間になっちゃうとスポーン意識してうろうろしだすんで。はい、まあそういうメスを今探していって、3日ぶりのメスを、
食わせました、はい、使ったのはロボリーチ、ペロペロペロっていうのが好きなんですよ、はい、このプリの魚は、はい、以上です。早く逃がしてあげよう、はい、勉強になりました。食うでしょ。食いました。ヤリーチが一番食った記憶があると、あんなとこ3ポンドで投げれっかなと思ったんですよ。よし、ありがとう。元気な子供を産んでくれ。この卵入ってますね。お腹がプリッとして、ありがとう。45ぐらい、いやー、春な感じ、ね、春ですね、まあ、ああいうのを、まあ、混じるってことですね。そうですね、まあ、僕はやっぱりあのメスを狙っていきたいんで、はい、ロックしてるオスとかはもう本当に目もくれずにやっていきたいんですけど、はい、そういった中で、まあ、ちょっともうこの時間になっちゃうと、はい、正直もう上がっちゃうんですよ、上にメスが。これからペアリングが始まっていくんですよ、次々、はい、明日の朝にかけて、はい、でそういう状況だともうね、やっぱアフターがあんまりいないから今、うん、でかいの狙おうと思ったらうろうろしてるやつをサイトで探していくのが一番いいと思うんです。ただ狙いはめっちゃ、してほしいなって、もう卵産んだか産んでないか分かんないけど、とりあえずうろうろしてるメス、これを狙っていって、その時にはちょっとシャロー側でポヨポヨポヨってポヨポヨポヨってしてるものを見に来て食うんですよ、はい、まあ、見えてるバスも一回見に来たりするやつは多分食うんで、はい、まあそれを狙っていった感じです。で、まあ基本はまあ早めに逃がしてあげるって感じ。まあそうです、まだ卵産んでないですからね、はい、卵はお腹の中にあるんで早く逃がしてやって、はい、もうちょっと回復したら産んでくれると、まあ今日の夜産むでしょうね、はい、まあ釣った瞬間卵ブワー出ちゃう時もあるんで、まあそんな、まあ産んでるマナカを釣るわけじゃないですから、はい、いや勉強になりました。今の、僕がブーって流したらバスもシューって後ろ向いてて、うん、ってロックしたんですよ、はい、おっと思って狙おうかなと思ってそこにいたらロックしたはずなのに今度またウロウロ始めたから、はい、近くにオスがいるなこれと思ってたんですよね、はい、まあそれでまあおそらくこれから産卵に入るやつだろうなと思っているけど、まあ狙っていったっていう感じで、ブリーチですね。リーチ、僕の経験はうんちじゃなかったですよ。リーチでした。食うでしょ、うん、結構簡単にパクって食ったじゃないですか、うん、リーチだけなんですよ、あれが食うのが不思議なことに昔から。立ち上がっちゃダメだって言ってるじゃないですか、田中さん。いたんすか。ちょっと、何するんですか、本当にもう。いや、いたんすか、今。ちょっと勘弁してください、マジで。えマジで立ち上がらないでください、釣りしてる時に。あれ、今いたんすか。完全にそれ逃げましたよ。いたんすか。はい。はははは。もう立ち上がるのは絶対 NG。いたのか。本気でやめてください、もう。言ってくださいよ。もう絶対立ち上がるのは NG。立ち上がり禁止。いや当たり前でしょこの時期やんか。常識中の常識ですよ、そんなのもういないじゃないですか。おお、すいません。今50回ありましたよ。あれ。もう。戻ってきますよ。戻ってきませんよあんなの。いやすいません本当に。いたって言うのもためらうぐらい静かに今アプローチしたのに。限界まで頑張っていただいてるのに。いたのかよ、くそ。言いましたよ、もう。いや、もう、今全然気づかなかった。今しかも無意識だったでしょ。いや、もう腰が痛いんですよ、もうずっとここでこの固まって。それはね、僕だってね、賢い。俺もね、40超えてきてるんで、もう。大丈夫、まだ若い。弱ってないんですよ。まだ若い。で、完全にこの時期は2人でやる時期じゃないでしょ。まあそうなんですけど。2人で狙えるもんじゃないし。魚を。釣る、今日は僕が釣りをして、お願いします。田中さん終わった後のおかっぱりでやる。静かにしてます。もう上がるからいいですけどね。まあそう、いやもう終わるのかなと思って終わりたいんだけど、うん、まあもう一匹ぐらい欲しいなと思ってるんですよ。まあそれはぜひ流れ的にね。はい、いたことはいたよ。すいません、いそうだなと思ってちょっと見たくなっちゃったでしょ、うん、いたんですよだって。最悪級今のは。いや今日最悪級は60ぐらいの。あれはまあ食わないかもしれないからいいけど、今のは食ったでしょ。フラットにドバッていたもん。時間帯がまあもう食う時間ですからね。やっちまったー。大事故だよこれ。今の大事故ですね。ちょっとラストチャンスに近い途中でしたね。ポカって言いましたよ、ポカって。これも喋る間もないなと思ったんですよ今。すいません。今の最後の本格的な喧嘩のところは使わせていただきます。面白いですね。
マジ、コンペさんマジで怒られてる。だって結構真面目な揉め事になってましたから。メス釣りに来たのに最後の最後に、はい、上がってるからメスって見ちゃうので立ち上がります。キャストしてから。いやだってだって。いや腰が痛かったら他にも立ちがあるし。いや腰はそんな痛くない。腰は痛くない。バスが見えて投げた瞬間に立ち上がらないでしょ。いや見たかったんです。すいません。腰は言い訳です。正直言いましょう。無意識でしょ。いや完全に見に立ち上がってました。バスいねえから小森さん見つけらんねえから俺も見つけっかぐらいのつもりで。人のせいにしてるし。だったら小森さんすでに50アップをロックしてたっていう状況だったんですよ。も早いんですよ僕はロックが。まさか50アップ見つけてキャスト体制に移ってるって思わなかったんですよ。もうキャスト知ってるでしょ。恐ろしい。いやもう絶対立たないここ。そしたら多分いないと思います。いないよ。あ、すいません、さっきの終わりで。すいません、最後のが一度目だ。ラスト50コンクルージョン。コールさんお疲れ様です。あ、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。もう時間がないって言ってるのに今僕今日の反省を10分喋ったんだけど再生では録画されてなかったっていうとんでもない事態なので2回目の今日の反省会です。テイク2でお願いします。今日、はい、終わってみたら、はい、まあ初めの時は探りながらパターン見つけていくってことで、はい、山ミミズな一日になったと思う。そうですね、さっきも言いましたがさっきも言いましたが今日天気がねこれちょっと敏感だったんで日中、まあスポーニングの前後っていうことを想定してきたけどまさに状況はミッドスポーンなのでやっぱ天気が敏感だとなかなか巻きでは出てこない。これが曇ってくれたりとかもうちょっと季節が進行したらバイブレシネックスバタリオンとかで多分いい魚が出てきたりしたんですけど、まあ今日はそんな状況じゃなかったんで、でまだカバーも昨日の夜の冷たい雨で魚抜けちゃってたんで、まあライトリグな釣り、まあ亀山っぽいテクニカルな釣りでしっかり釣っていかなきゃいけないなっていう状況にはなってましたね。はい。この企画を通じて年始から本当山ミミズ、はい、あと山タヌキはいよいよ発売開始されましたけども、ねはい、ミミズについてももう間もなく。そうですね、今はもうカラーサンプルが上がってくる段階で発売も近づいてるのかなと思うんですけど、まあ、あとはちょっとその上がってくるタイミング次第なのでいつっていうことは明言できないんですが、まあ、タヌキに関してはいろいろプロモーションやってきましたけど実はこれからの時期に一番いいルアーなんですよね、はい、3月とかはちょっとまだ無理やり感の中でやって、はい、まあ、年中そういう転がすルアーが通じるフィールドではもちろん釣れるんですけども、これからやっぱりポストスポーンになってきたり川バスなんか流れの中に入ってくるじゃないですか、はい、そしたらああいう転がるマテリアルっていうのはものすごく、はい、効果を発揮してくるんで、タヌキに関してはこれから、でミミズに関しては発売がこれからっていう感じで、はい、楽しみにしてもらえたらいいかなと思ってます。いよいよハイシーズン突入で、もう次回5月、はい、そうですね5月、もうまず今5月じゃなかったっけぐらいだになってくるんで、そのあたりからタヌキとかは5月って来れるのかな。俺ちょっと5月は本当に無理かもしれないです。まあちょっとトーナメントがスケジュールしたいですね、はいはい、また遠いんですね。そうです、次は広島で、でゴールデンウィーク明けから2日ぐらいしか時間がないんでちょっと際どいかもしれないですね。かしこまりました。来るだけ来てみようか、船出さないでぐらいの乗りかもしれないです。もう1時間限定、もうバッバッ朝一だけど、じゃあ帰ります。大体ね、僕思うんですけど、やっぱね神山ダムってすごいフィールドです。バスもいっぱいいるし、だけどパッと来てパッと全ての答えが分かるほど僕も天才じゃないんで、釣りは簡単です、魚は釣れると思います5月も。だけどそんな全てが分かるから、でも今日自分の中では、はい、4月の本当微妙なタイミングの初見で来てというか、まあ何も情報なしで来て、はい、あこうやって回ってこういう傾向を探っていけば、はい、まず最初の1匹にたどり着けるんだなっていうのはすごい勉強できたんで、なんとか動画でまとめて。そうですね、まあまずはミッドスポーンを想定されるんで、はい、ある程度観察しながら、はい、そのスポーンを避けて釣りたいなっていうのが僕の本心なので、はい、まあそのスポーニングの前後の魚、はい、プリとアフター、はい、これを探していったんですけど、やっぱり一発目のミッドってことでなかなかそういう魚が少なかって、唯一見つけたのは2メーターか4メーターに落ちるブレイクに上がってこようとしてる魚が結構いて、こいつがなかなか、まあ、第二陣だろうなと思われる、中堅クラスの個体群の、まあ、メスが、これがちょっとポロポロと拾えてる。でそれより深いところやるとちっちゃいっていうのはもう想定通りなので、もうちょっとやめて、で後半は水温が上がってきたタイミングでもう一回シャローを見て回って、でかいプリさせてないかなと思ったら、もうペアリング始めちゃってたんですよね、あちこちで。
何とかうろうろしてるプリを、1本取ることができたけど、はい、まあなかなか状況的にはそんな感じだったかな、はい、反省があるとすれば昨日の夕方スポーンしたんであろう、はい、アフターの魚を、はい、今日の朝一のサイトで狙っていけばもっとでかいのが狙えたんじゃないかなというのが唯一の反省点かなと思ってます。これは50アップタイミングで2回立ったことが今日の反省。ああそうですね、今日はあのカメラマンに邪魔されたっていうねでかいバスが見えてるのにそこ立ち上がるかっていうところで、まあ、ただ立ち上がらなかったから食ったかっていうと分かんないです。ただうろうろしてる50アップあの2回だけでしたね。すいませんでした。いえ、まあ、あの仕方がないです。これに懲りずになんとか5月6月もお願いします。まあ、5月ちょっと本当に分からないんで、分かんない、まあ、頑張って6月になるかもしれないですけど、はい、はい、頑張ってまた行きたいと思います。本当に一日ありがとうございました。いえいえ、お疲れ様でした。